イエイ。イエイ。イエイ。映りました。よかったです。よかった、よかった。どうなることやらと思いましたけれども。うん、11月12日土曜日でございましてですね、夜9時になりました、シネマクラシックスのお時間でございます。よろしくお願いします。でも先にね、ご紹介いたしましょう。高橋由樹さんでございます。こんにちは、よろしくお願いします。イエイ。いや、もういろいろとお疲れ様でございます、はい、本当に激怒。いやいや、なんかね、バタバタしておりますけど。いやいやいや、なんとかやってます。まだまだ落ち着かない感じですか？そう、今、下北沢で、はいはいはい、東京では激怒のまた上映が行われておりまして、また今度、舞台挨拶に向かう。昨日から始まったんですね。いいですね。ああ、そうなんですね。から、そう、あと今日からかな、四国でも上映が始まったりとか、はいはいはい、色々ございます。僕もね、大分県のね、別府のブルーバードで吉木さんと会うという、ね、うん、あ、そう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 、激レア体験をやりました。ありがとうございます。激レアでしたね、確かに、ね、激レアでしたね、本当にね、うん、はいはい、ありがとうございます。そして我らが寺澤ホークさんでございます。どうもホークだよ。なんだよホークだよ。ホークだよ、だって映画見ながら喋るを出てる。もう何でもそう、何でもその言い方になってるんだ最近ね。そういう、そうそう、あ、そうだ、音を下げないといけない。ちょっと待って。はいはい。大丈夫。まあ、静かなとことね、うるさいとこがある映画なのでね、この映画。そうね。うん。音がでかいと、はうっちゃうからさ。はう。あんまり音がでかいと、はうってしまう、うん。やっぱ、吉木さん、お久しぶりですというコメントがいっぱい来てますね。どうも、お久しぶりです、はい。お久しぶりですね。なんか、ずいぶん久しぶりに。そうですね。イェーイ。あ、最近、スターウォーズ編で共感シアターを認知して、初共感シアター参戦です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。楽しいですよ。はい。ホークさんのブラック参票に泣きました。本当？よかった、よかった、はい。書いてますよ。うん、何書いてたの？あっちあっち、ダブルダイナマイトの。ダブルダイナマイトのやつか。ね、あ、なるほど。うん、なるほど、なるほど。今日見てやってくださいね。なるほど。見ます。はいはい、というわけでね、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして今日やる作品は、エイリアンでございます。ガーン。なぜだ、なぜだ、なぜかエイリアンでございます。まあ、いろいろあって、いろいろあったんですよね、ここ決まるまでにですね。一番最初アバターって話だった、ね、アバターって話だったんですね、うん、そしたらですね、まさかのディズニープラスで配信してないっていうですね、衝撃事実が発覚しました。ね、うん、多分再公開にあたって下げたんでしょうね。劇場にもかかってたし、うん、劇場もかかったしっていうところで、それでまだ復活してないっていうところでですね、これはちょっと見るのがしんどいなと思って。まあ確かにね、はい、そうそうそう、それでいろいろあって、エイリアンに落ち着いたというですね。まあ前々からやるやるって言ってましたからね、はい、でもこれはだから、うん、まあ以前にそのスターウォーズマラソンもやったじゃん。やりました。あれは半年かかったですよね。半年かかりましたね。半年かかりで6本やるんでね、はい、ね、6本やりましたから。その流れでですよ、これはもしかして今日、これ手応え次第ではエイリアンマラソンだって。うん。4回で済むから。え、いやいやいや、だってさ、いっぱいありますよ。バーサスプレデターがあって、あれどっちが見えない？一緒に見たきゃ見ますけど、いいですか？いやいやいや、どうかな。その後だってプロメテウスとコベナントがあるから、うん、そうですよ。少なくとも6本あって、作業部入れたら、まあ、スターウォーズ祭りと一緒か。VS 入れたら8本になっちゃう。8本とかになっちゃう、ね。8本大変だね。エイリアンバーサスプレデターまで見ちゃったら、プレデターの方も見なきゃいけなくなっちゃう。そうですよ、大変です。気持ち悪いでしょ、だって。気持ち悪い、気持ち悪い。まあ、そういうことももしかしたら、あるかもしれないっていう、うん、まあ、うん、そうです。まだとはいえ切りにもしれないっていうね、手応え次第でね、そう、これやんないことには始まんないですから、うん、はい、でももしかしたらアバターウェイオブウォーターに合わせて、うん、まさかのエイリアン2をみんなで見られるかもよっていう。AVP AVP 人気高いな。なんか青くてさ、はい、水の中バシャみたいな人がさ、もうブラックパンサー出てきちゃったから、なんかアバター2行かなくてもいいかみたいな感じになってる人もいるじゃないですか。まあね、そんなことないか。ほら、キャメロンはやっぱ、まあ、海には一過言ある男だから。そうですね。はい、ね、お水は売る、まあ。俺の海はあんなもんじゃねえぞ、うん。そういうことでございます。言ってると思いますよ、はい。またそういうこと言うんだな。あとだって、あれでしょ、なんだっけ、キャメロンが、ほら、あのマーベルの映画なんていうのは、お前、大学生みたいなやつしか出てこねえじゃねえかって言ってた。え、マジでそんなこと言ってんの、言ってた、言ってた。え、じゃあ、
え、大学生しかぐらいな人が出てきたって別にいいじゃんね。何それ、年齢差別。みんなあんな大学生みたいなもんだよみたいな。どういうつもりか分かんないけど、言ってましたよね。うん、はいはいはい。言ってましたね。そうなんです、全然違う。あ、まあ、あの、高田馬場の駅前みたいなもんじゃないか。性格しかいねえじゃねえか、ねえ、みたいな。そんな感じ。はい、だいぶ若いですね、高田馬場になってくるんです、ね。と、うん、いうことらしいんで。はい。まあねお前の映画にはつい女しか出てこねえじゃんっていうね。まあ、そのツッコミはまあね、まさにその通りということでございます。しかも、ね、強い女っていうより、男の役を女の人がやってるだけっていう感じなんですけど。っていうか、まあ、お母さんですよね。そうです、お母さん。マザーでございます。強いお母さんが出てくる。はい。はい、フェチ映画か。うん、お母さんフェチ。フェチ映画。まあというね、あのエリアみんな大好きですから、まずはここから始めましょうよってことでございます。リドリー・スコットなんて、だって共感者とこれ2回目とかですよ。ブレードランナー以来です。ああ、そっか、もうだいぶ前に1回僕とホークさんと、そうかそうか、見たな。へえ、うん、呼んでもらえなかった組だね。そうだった、ジャンク判定者が来たやつ。あ、そうなのかな。そうそうそう、リドスコはそんなもんか。そう、リドスコそんなもんです。だリドスコなんでね、ちょっとこれもちょっとね、うん、フォークさんはずっと楽しみにもしてたので。はい、うん。というわけで今日はエイリアンでいきたいと思います。で、あの、ディレクターズカットと劇場版とね、いろいろあるんですけど、結局配信やってんのがやっぱり劇場公開版なんですよ。そうですね、なので、劇場公開版だと思ってください。なんで、あの、ディレクターズカットで流すと1分、短くなってたり、あっちがカットされてこっちが復活してみたいな、なんかそういうわけわかんないことになってるんですけど、うんうんうん、とりあえずあの、うんうん、ディズニープラスにある劇場公開版っていうところを基準にしておりますので、うんうん、そちらでご参加いただければなと思います。うんうん、はい。で、ちょっと、共感シアターのね、今日初めて来る方もね、いると思いますので、ね、あ、皆さんね、YouTube の方もたくさんありがとうございます。リドスコ、リドスコ。はい。共感シアターで今、これ番組やってるんですけれども、共感シアター上でコメントをすることができます。共感シアターではですね、ツイッターのアカウントがあれば、コメントできますのでですね、ぜひ共感シアター上の方でもアカウント持ってる方はコメント参加していただいて、どっちも盛り上がっている感じでございますので、で私もし YouTube の方でコメントしたいっていう方はですね、私 YouTube の方も見てますよね。プロメテウスのずっこけるところ好きね、みんな大好きでございますから、はい、それで皆さんねご参加いただければなと思います。そして本編映像一切流れません、はい、なので皆さんね、ブルーレイ DVD、配信なりでですね、エイリア1作目をご用意してですね、お楽しみいただければなと思います。画面上に何分何秒再生中というのが出ますので、そちらに合わせてご再生いただければですね、みんなで一緒に見てるぞという感じになりますので、ぜひぜひご参加くださいということでございます。稲尾兄さんの声だけすごく大きいのでちょっと下げます。はい、はい、僕の声は普通に聞こえてるかな、大丈夫ですよね。ちょっとお待ちくださいね、僕の声下げますね。今、はい、ズームのこんなもんでございましょうかね。はい、稲田さんが喋ってるのを聞きながら、はい、ズームの設定で、はい、外見を補正するっていうのを補正したらすごいことになったから、もうやんで、うん、そうですよ、外見補正できますから、ね、できるね、はい、はい、僕の声下げましたよ、大丈夫ですかね、こんなになっちゃう、はい、こんな人いないだろう、よし。そうね、イーロン・マスクのせいでね、ツイッター離れが加速しますからね、ちょっと強化しちゃったのあり方も変わってくるかもしれませんですね。はい、そこもいろいろありますけれども、はい、じゃあ今日はエイリアンやっていきたいと思います。はい、まず、吉木さん。はい。このまあ1979年公開の、うんうん、エイリアンというところなんですけれども、はい、あれ、ホークが消えた。ちょっと待ってください、カメラが。ちょっと待ってください。はいはいはい、はい、はい。じゃあその間に、はい、このエイリアン、まあ、1979年公開というところ、はい、そうですね、劇場には間に合わなかった、さすがに。僕は、はい、その時は、まあ、本当、超見たかったんですけど、ええ、親が連れてってくれなかったんで、そうですよね、行けずじまいに終わったんですよね。はい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 、で、まあ、その後何遍も本当、繰り返し映画館で見てますけども、うん、僕はね、これね、中学入る前ぐらいかな、はい、何年に出たのかな、ね、こういう本があってね、おお、これはですね、エイリアンムービーの、ノベルっていう本なんですけども、はい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 、これを僕は多分本編を見る前に見てるんですね、でこの本はどういう本かっていうと、全カット載ってる写真で、あ、もう全カットなんだ、うわすご、全カット載ってる、うひゃー、全カット載ってる本があって、これで先にななんていうの、絵については知ってたっていう、はい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 、ことがあったんですけどね、はい、でこれはちょっとそうで、子供の時買えなくて、ちょっと前に、なんか eBay かなんかで探して買い直したんですね。うん、すごいいい本、また表紙がめちゃめちゃかっこいいですね。表紙めちゃくちゃかっこいいですよ、これね、すごいわ、うん、そうっていうねことがあったりしました、はい、で僕はそのエイリアン公開時は行けなかったんで、うん、はい、
行けたラッキーな同級生に一体どういうモンスターが出るんだって聞いて、で、こう、要はですね、警察の、なんていうの、似顔絵描くみたいにして、こんなとか言って、なんか、書いた覚えがありましたね。うん、そうそう。そうですよね、うん、だからもう僕らが気づいた頃にはエイリアンってこの世にあったから、そのあれを初見で見た時にどんなものが出てくるのか分からなかった時期が当然あったんですよね。なるほどなるほど。それでこう書いてもらったんですか？いや、じゃあ自分で書いたの。自分で書いたんです、ね、だけど、うん、でもその特にそのなんだろう、子供だしね、うん、やっぱり向こうもね、なんかうまく説明できないからなんかね、あんまりよく分からない感じだったね、その時は。なるほどなるほど、ね、うん、ホークさんはどうですか、当時。当時はまだ小学校、うん、低学年でしょ。そうです、低学年ですね。多分6歳とかですか、奥さん。とかですよ。5歳、6歳。小学校上がったか上がんねえかぐらいだったと思うんですけど、周りの大人がまあ話をしてるわけですよ。そんなエイリアンっていう、うん、恐ろしい映画があってるっていう。で、しばらくはこんな恐ろしい映画があっていいのかっていうぐらい怖かったですよね、うんうん、当時は。本当それは覚えてますね、僕、うん。こんな長い付き合いというか、ね。になるとは思わなかったし、はい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 、当時ね。そう、いや、もうなんかほら、お友達感覚になってきてるじゃないですか、エリアンも、うん、もうね、ね、皆さんおなじみっていう感じですからね、はい、そこへ来ると第一部はいつまで怖かったんだろうっていう感じ、うん、でも小学校出るぐらいまではずっと怖えって言ってた気がする。うんうんうん、うん、僕もだから当時本当にめちゃくちゃ怖い映画があるっていうので噂になってたっていうのは覚えてますね、うん、なんとなくね。そうそう、本当にそうだったし、でなんか実際本当に怖かったし、当時はあれだったなと思うんですよ、映画の紹介を地上波のテレビでやってて、うん、それこそジョン・ハートの胸を食い破ってチェストバスターが出てくるところとか、はい、見せちゃってた気がするので、見てましたね、うん、テレビで。で、子供ながらにそういうのつい見ちゃうじゃないですか、うんうん、それはこんな怖いもんわしは見たことがないと思いますよね。まあ初見テレビだったけど怖くてアッシュのところでギブアップでしたって人いますね。そうだし、あれですよね、だから俺はその流れでジョン・ハートも怖かったんですよ。ジョン・ハートその人ジョン・ハートはだって、ね、だってエレファントマンだしね。そうよ、そうそうあとね、それで そうこの頃はだからジョン・ハートまあ、エリアンがあってエレファントマンがあって、それと別にチャンピオンズっていう競馬のジョッキーの役やる映画があって、それもガンになって死ぬかと思ったら生きたみたいな話じゃないからね、うんうん、でだから調子悪い人の役しかやんないのかこの人はと思ってありましたね、その頃は。チャンピオンズまで怖かったんですよ、あの頃。夕方頃とかから、うん、ほらテレビで洋画のコマーシャル流れるでしょ、うんうん、でなんかエレファントマンのジョン・ハートで出てきて怖えみたいなっていうね、そういう、だから人類のトラウマ映画の一つみたいな感じですよね、うん、だから ねやっぱりそのそれも考えてみたらエイリアンに端を欲しているわけで、うん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 、まあね、だからそういう原点ですよね、うん、でもエイリアンはね、だから僕も最初見たの多分テレビか、うん、だと思いますけど、僕もテレビだったと思いますね。あとでまた言うけど、はい、子供心にっていうか、その一番ギョッとしたのは、はい、いつも言ってますけど、あれなんですよね、ノストロモ号の、うん、自爆シーケンスが始まって、はい、ユーリがめんどくさい銀の棒入れたり出したりしてでボタンめんどくさいのいっぱい打って、うん、で、ね、すげえ頑張ってやったらはいダメって言われるところなんで、でそこでマザーコンピューターにね、はいダメって言われて、ではいダメじゃねえよお前って本当に思ったからね、その時そんな映画があっていいのかと思ったわけ。だってさ、だってスターウォーズでもなんでもそういうギリギリの時に放った一発がこう入ったりするわけじゃないですか、うんうんうん、そういうもんだと思ってたのに、うん、ひっくり返されたと思って、すごい子供心にそれはショックでしたね。そうですね、社畜映画って今ねコメントでも来てますけど、うん、確かにそういうところもこの映画が描いてるところのちょっと特徴だったりもしましたね。まあね、そうよね、うん、そこが新しいところでもあったわけだしね。まあそんな映画なんですけれども、一応ね、はい、今日も例によって、あるな、あの画像を用意しておりますのでですね、はい、そちらぜひご覧いただければなと。データがね、はい、全米公開1979年5月25日でございます。まあ、このキャッチコピーが上がったですね、宇宙ではあなたの悲鳴は聞こえないというですね、
秀逸なキャッチコピーがですね、にぎわせましたけれども、日本公開は、2ヶ月後の7月ですね、79年7月になります。うん、制作費は、1100万ドルというところになりまして、1ドル218円の時代ですから、まあ、大体24億とか、そんなぐらいのことになるでしょうかという感じでございます。で、全米興収は8200万ドル、日本興収もですね、28億円いってると、なかなかも大ヒットしているというところと、うん、まあ、全世界興収も1億ドルを超えて1億600万ドルと。すごいなっております。でリドリー・スコットが監督で、デュエリストの次の作品なので、本当にまだまだ、ね、まだまだの頃というところでございます。うん、で出演者としては、シガニー・ウィーバーがね、もうエイリアンシリーズといえば主役なんですけれども、実はこれ、最初に名前が出てこないんですよね。うん、トム・スケリット、うん、トップガンのバイパーですね。彼が、主役というか、一番最初に名前が出てきてというところで、はい、ジョン・ハート、イアン・ホルムというところになっております。で、全6作品、ありまして、スピンオフもありますと。まあ、映画史を代表するフランチャイズになっております。リドリー・スコットの出世作ですし、ほぼリプリー、シガニー・ウィーバーはこれが初映画だったぐらいの、うん、そうですね、確か勢いだったはずだもうこの前はなんだっけ、ウッディ・アレンの映画に背中だけ映ってるみたいな、背中だけ映ってるみたいなやつが、うん、舞台の方でね、やってたみたいなんですけどね、はい、で、なんかメリル・ストリープに決まりかけてたけど、メリル・ストリープがダメで、シガニー・ウィーバーになったみたいな話があったと思うんですけれども、うん、で、まあ、H.R. ギガというところのエイリアンがね、非常に有名でありますけれども、まあ、アクションの役割をね、女性に与えたというところも、ちょっと一個先駆者的な映画だったかなというところが、結構特徴かなと思っております。うん、はい。じゃあもう早速やりますか行きましょうか、はい、はい。じゃあ皆さん、視聴者の皆さんね、そろそろ同時再生の方に行きますのでですね、再生の準備の方をお願いいたします。はい、もう一度申し上げますと、こちら、本編映像は流れませんのでですね、皆さん何かしらの、劇場公開版で、本編をご用意してですね、作品をご覧一緒にご覧いただければなと思います。あ、もうみんな OK、 ずっと早いですね。とね、ブレードランナーは82年ですからね、しかもね、うん、ちょっと実はこけてるというですね、当時は。はい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 。OK ズドン。OK ズドン。僕も OK でーす。ポップコーンも OK。はい。大丈夫かな、みんな。大丈夫ですかね。はい、僕も大丈夫です。はい、皆さん OK ですね。あ、OK、ズドン来ました。OK、あ、ミミちゃんも来た。あ、本当だ。ミミちゃんも見るんだな。エリア、そうね。猫も出てくるし。猫も出てくるからね。うん、はい。はい、じゃあ皆さん行きましょうか。僕の、はいはい、カウントダウンで、あ、OK ですね。皆さん OK ですね、はい。はい。乾杯タイムはどこでしょうね。テストバスターですかね。どこでしょうね。まあ、とりあえず、いろいろありますからね。いろいろありますからね。はい。じゃあ、私のカウントダウンでいきます。5秒前からいきますよ。いいですか、皆さん。せーの。5、4、3、2、1、スタート。やめてって。まあ、始まったかな。あ、ちょっと出遅れたかもしれないけど、まあ大丈夫。俺も1秒ぐらい遅れたかも。1秒ぐらい遅れた。大丈夫、大丈夫です。ああ、まあいいか。まさか20世紀フォックスがなくなってしまうとは思わなかったな。本当ですよ。うん。さあ、この秀逸なオープニングからですけれども。はい、そうですね。うん。なんかね、特典とかで見ると、なんか最初は、うん、なんか肉と骨で出てきたロゴが出てくることにしようと思ってたけど、らしいですね、うん、そうそう、キモいんでやめたとか、うん、そうそう、またこのね、ロゴの出し方がおしゃれですよね。これはシンプルかっこいいですね。ね、これいつまで続いたのかな、うん、エイリアン2もこんなでしょ。あ、2もなんかこんな感じで出てきましたね。ね、芸人に見えるのが超かっこいいんですよね、なんか、うんうん、最初何が出てきたんだろうと思うんですけどね。うん、まあこの映画はまずその1979年というところがもちろんあるんですけれども、スターウォーズというところの、ね、はい、影響がまず、まあ、スターウォーズがヒットしなかったら作られてないだろうっていう言われてたぐらいの映画だったというのは当時聞いたことがあるんですけど、そのあたり、ね、マルチマランランドジュニアでね、うん、そうそう。で、いや、なんかさっきちょっと見てたらブルーレイの特典かな、リードスコがそのデュエリストの後で、まあ、本当はトリスタンとイズオルデをやろうと思ってたんだけども、また時代もんで古臭いと思われるのもなんか嫌だしなって思ってた時に、うん、なんかハリウッド大通りで歩いてたら、スターウォーズが大行列で、うん、やべえ、トリスタンとイズオルデとかやってる場合じゃねえって言われて、そりゃそうですよね。いや、でもそう思えるのすごいと思うわけだから、うん、すごいっすよ。スターウォーズが
そんなヒットしてたら、うん、ちょっと これそれと対決するのはやめようって思う人の方が多いんじゃないかと。いやだ、そうかそうか、そうですね。そう、うん、そこで、あ、じゃあいや時代がそういう時代なんだろう、俺もそっちやろうって思っちゃうのがすごいなと思って、ね、うん、そうなんね、これは負けれねえって思ったんでしょうね、やっぱね、うん、これはやんないとって思ったっていうのはすごいと思いますね。はい、出ましたそしたらもうね、まあ、ここだけの話別に言ってもいいと思うんですけど、はい、今ちょっと、まあ、この映画のメカデザインとかをやったロン・コッブという、うん、はい、まあ、デザイナーがいますね。でロン・コッブの本をちょっと翻訳してるんですけども、うんうん、最初リドスコはこれ、船全体をなんか、なんつったらいいの、富士壺のようなもので覆わせることを考えてたと。ほー。でつまりだから宇宙を漂流してる、だからまあ幽霊船みたいな感じ、うん、本当に、うんうんうん、でだからその宇宙富士壺みたいなもんとか宇宙門みたいなもんが絡みついた宇宙船を構想してたら、はいはい、ダンオーバーの海にそんなもんあるわけねえだろバカって言われてなしになったらしいですけどね。海底じゃねえんだからって、ね、海底じゃねえんだからって、うんうん、っていうね、話らしいですけどね。これは大体飛行機のガラ、飛行機のね部品が飛行機の墓場みたいなところからいろいろ部品を持ってきて作ってる、うんうん、でそういうのはみんなよくやる手で、例えばダグラス・トランブルの、ブレインストームっていう映画に出てくるブレインストームのマシンなんかも、うん、大体飛行機の墓場から部品を引っ張ってきて、うん、それを適当に組み合わせて作るんですよね。だからなんかもともと、まあだからあれもっとおどろおどろしたもの、そうそう、うん、だからまあノストロボゴのデザインもこれドラキュラ城みたいな形でね、そう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 、遠目に見た時にシルエットがだからゴシックほら城のようになるようにできてるっていう、まあそういう映画ですよね。ね、でそれでそれとあとだからそのマヤモチーフみたいなものが随所に散りばめられてて、うん、その辺も面白いところですけどね。ギーガーは宇宙船までやったんでしたっけ？ギーガーは宇宙船やってないです。宇宙船は最初だからクリス・フォスが雇われて、はい、クリス・フォスとロン・コッブでやってたんですけど、ああ、そっかそっか、うん、そう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 、でフォスは結局使われなかったんですよね、うんうん、でそれはだからでクリス・フォス、まあクリス・フォスとだからギーガーとかはだからそのホドルスキーのデューン組ですよね。ああ、そこそこそうですね。うん、まあギーガもそうそう、ギーガとね。だからそれでいくと、うん、ダン・オーバノンまで話が遡っていく。そういうことですね。うん、そう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 。だエイリアンっていうタイトル考えたのもダン・オーバノン、はい、ですよね。まあロナルド・シュセットと2人でね。はい、ダン・オーバノンとロナルド・シュセット。そう考えると、ね、さらにカーペンターまで遡る、ね、そういうことですよね。そうそうそう、そういうことです。だからまた、で、ダークスターにロンコーブ絡んでるんで、はいはい、そこからのつながりなんですね、ダンオバロンとのつながりも。うんうん、ダンオバロンはすごくこの脚本も書いてっていうところでいろいろやってたんですけど、割と撮影現場に入れてもらえなかったとか、うん、あんまりアラン・ラッド・ジュニアの扱いが良くなかったっていうのに。当時、うんね、怒ってましたけどね。ダンオーバノン来るとうるさいんで、はい、すごい SF オタクの人だから細かいことに非常にうるさいということがあったんで、うん、結構みんな、まあ、煙たがる人は煙たがってたと思うし、うん、まあ、リドスコは全然気に入ってたみたいですけどね、うん、だからなんかリドスコにその悪魔の生贄とか、 なんかエクソシストとか、うん、なんかそういうのをね、うん、見とけっつって言ったっていう話もありましたね、うんうん、いやそうそう、悪魔の生贄とエイリアンっていう話っていうのは俺の好きなところでね、うんうん、リドリー・スコットが悪魔の生贄見てこういうのがいいな、こういうのにしようって思ったっていう話があるわけでしょ。はい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 、うん、ほらこれ寝てる人にね、はい、この青い三角が多分冷凍ってことだと思うんですけども、うん、下が、ね、棒に丸がついてたら寝てる人ですよね、うん、こういうピクトグラムも宇宙船中にいっぱいあるんですけど、これも全部ロン・コッブがデザインです、はいはいはい、そうなんだ。そう、無重力のサインとかいろいろあって、うん、で結構ねよく見るとちょっと遊び心があって面白かったりしますね。いやこれなんかまあ当たり前のことなんですけど43年前だでしょ、うん、43年前です、ね、すごいことですよね本当、まあ、確かにね、そういうふうに考えるとかっこいいですよ今見てもダンオーバノンが見回っててやり直し要求とかもしてたってやっぱり煙たがられたんでしょうね、やっぱね、煙たがられてる、ロンコップ仕事は、でもなんだ、この前には何やってんの、スターウォーズもやってる、
ロンコブはこの、いや、やってないです。あ、スター・ウォーズはエイリアンちょこっとだけやってる。そうか、そうか。エイリアンちょこっとだけやってますね。それから、まあ、だから、この頃、だからこれな、これはすごい、あのメジャーでは最初の仕事じゃないですか。そういうことになりますよね。その後、だから、コナンズ・グレートがあって、はい、はい。とかね、そういう感じですけど。あ、そうそう、ここのところでね、あのね、あの羽みたいなマークがよく見えるんですけど、あのね、シャツかな、うん、T シャツとかにだけ少し、そのですね、ウェイラン・ユタニ社のロゴが残ってるんですけど、ああ、はあ、で、これちなみにこの時は、一作目の時はウェイラン・ドではなくて、ウェイラン・ユタニ。ウェイラン・ユタニですよね。うんうん、はい、で、それなんでかっていうと、あの、後にローバーになった自動車会社、イギリスの、はい、それがブリティッシュ・レイランドっていうんですけども、それを一文字変えてウェイランドにしたんだけども、それでもそのままっぽいっていうんで、D を取ってウェイランって言ってたんですね。で、それとトヨタを合わせて、ウェイラン・トヨタって会社にしようと思ってたんだけども、うん、それちょっと使えない、それ使えられない、使えないじゃん、それっていう話になって、はい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 、で、ユタニさんっていうのはロンコッブの家の近くに住んでた日本人の人らしいんですよ。近所の人の名前。で、それを両方取って、まあ、ウェイラン・ユタニという会社にしてたら、パート2の時にウェイランドに なぜか戻ってしまったんですよ。理由はちょっとよくわからない話ですね。確かにタバコバカバカ吸ってました。だこの頃全くそんなこと思わなかったですけど、宇宙船でタバコ吸ってなかなかですよね。いや、だからこれはなんかその、まあ、リドリー・スコットの、まあ、今考えるとね、うん、考えっていうか、だからあのあれですね、あの、まあ、要はトラックドライバーなんですね。ブルーからね、トラックドライ、うん、宇宙のトラックうんちゃんたちっていう、まあ、そういうことなんで、タバコも吸うしね、あの、あとそのなんつうの、いかにもそういう、まあ、ブルーカラー感でやってるっていうね、うんうん、ね。いや、当時謎でしたね、この部屋。何なんだと思ってましたけど。これは、だから、これって実はだけど、その70年代、60年代から70年代にかけての、その5番目上にランプがあって、ピカピカついたり消えたりしてるっていう、うんうん、いわゆるその古い、非常に古いコンピューターのイメージを、うん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 、その、チカチカの、その、なんていうの、パネルの、じゃなくてちっちゃい点にしたらっていうアイデアがすごいいいですよね、うんうん、それだけで全然このリアリティだし、そう、2001年っぽいなって思いましたね、僕も当時、うんうんうん、これはあれですね、撮影はあのロンドンですよね、パインウッドスタジオかな、パインウッドスタジオですね、そうですね、まあ、そうそう、だからこの時はリドリー・スコットはそんなにストレスたまんなかったんですよ、イギリスだから、うんうん、だからブレードランナーでアメリカ行って、はい、揉めに揉めたと、うん、まあでもリドリーも言ってましたけど、やっぱりでもこれメジャー2発目というか、まあまあまあメジャー1発目でしょうね、うん、になるので相当プレッシャー感じてて、かなりツッケンドな態度で撮影してたことを反省してましたね、後にね、なんかね。まあ、とんがってるからさ、なんかていうか、この初期だからっていうか、この後だってず割と最近でしょ、うん、あの、なんつうの、行ったら通るから、はい、あんまりその、ギスギスしなくなったっていうのは、うん、まあね、まあ、リドリー・スコットはね、本当その、譲んない人、譲んないし、うん、その自分が正しいと思ったことをちゃんとやり抜く人、あ、でもそれもインタビューで言ってましたけど、うん、だって、その現場でね、いい人ずらして、人の言うことハイハイ聞いて、出来上がったもんがクソで、自分がその先の作戦って言われて、ね、たまんないだろ、それはって言ってますけど、うん、本当にその通りだと思いますね、それは。そうです、まだ Mac も OS もない時代ですよ、本当に。まあ、それですね。IBM の頃です。はい、うん、だからそういう意味で、本当、シェパートンスタジオでしたね。失礼しました。シェパートンか、うん。だいぶ安いところでやってたっていう話ですよね。うんうんうん、そうかそうか、エイリアン2がパインウッドスタジオね。あの、さっきからコメント欄で、はい、スペーストラッカーの話も出てますけど、スペーストラッカー僕本当すごい死ぬほど好きな映画なんで、はいはい、いいですよね、あの映画、はい、いつかあの共感し合ったり、ね、やりたいですよ ね、 ね、スペーストラッカー、ね、はい、大好き大好き、はい、うん、あれはなんだっけな、ファンタで見て、それから公開してまた見に行ったのかな、なんか、うんうん、素晴らしい映画ですよね。リドスコは実際に話すとどんな感じなんだろう。いや、気難しそうじゃないですか、わかんないですけど、まあ ね、 ね、うん、気難しいっていうか、まあ、あの、まあ、ズバッと割と本質的なこと言うようなんですよね。まあ、こっちがどう出るかにもよるかもしれない、うん、そうね。見られてる感じがしますよね。リドリー・スコット、当時いくつだろうか。32?32。いやー、すごい。
若いな。いや、多分そんぐらいだと思う。そんなもんですよね。うん、なんでかっていうと、コメンタリーで聞いたら、どうも、リドリー・スコット32歳でーすが、うん、バカなこと言って、シガニー・ウィーバーいい加減しろって言われてたから。うん、微笑ましい。そうそう。それすごかったし、だってその、なんだっけ、そのランバートの人が、まあ、ベロニカ・カートライトですね。はいはい、ベロニカ・カートライトが、睡眠、冷凍催眠、睡眠のところは、いろんな国で検閲に引っかかるから、うん、女性陣は、こう乳首のところに白い医療用のテープを貼ってやってたんだっていう話して、うん、そしたらトム・スケリットは、でもみんな紳士だったから大丈夫みたいなこと言ってるんだ、トム・スケリットが、いや、俺たちは そこばっか見てたよって言ったら、それに乗っけてハリー・ディン・スタントが、いや、プッシーばっか見てたな、俺はとか言って、本当最低、最低、最低、しょうもない、本当すぐそういうこと言うおじさんたちなんですね。うん、どうかと思う。まあ、まあ、ハリー・ディン・スタントンがさ、それ言ってるのがまたいいですよね。あ、そうだ、北千田さん、そうです、これビル、うん、ビルボ・バギンスですよね、そうだ、そうだ、そうですよね、ロード・オブ・ザ・リングですね。だよね、うん。リドリー・スコットが影響を受けた監督や作品、まあ、なんかこれについては、やっぱ2001年は絶対に影響があったみたいなことは言ってましたけどね。うん、うん、まあ、他にもでも、いっぱいありますよね、いっぱいありますよね。なかなかその別に直接一対一で対応してるわけじゃないから、うん、そういうのは、うん、あれですけど、まあでもね、リドリー・スコットだけど、これっていうか、デュエリストの前に、うん、まあ、本当にその、なんだろう、あれでね、CM の世界でブイブイ言わしてたんで、うん、でも会社作って結構順調だったみたいですよね、そうそうそう、はい、うん、そうなんですよね。そこにトニスコもいたと。はい、トニスコもいたと、うん、そうですね。で、リドリー・スコットはその頃だから、やっぱり、あれですよ、だからなんだっけ。エイドリアンラインとかを割と好敵手だと思ってて、はい、うん、あそこがそれ出してきたかみたいなね、映像的な、うん、でそれで、まあ、こっちもやる気をかきたてられたみたいなこと言ってましたよね。そっかそっか、こういう話だったな。そうだそうだ、うん、実はあ、これもだからすごい最初期の、CG ですね、映画で使われた CG としては、うん、スターウォーズのあれ、それに似てますよね。そうですね、うん、これがね、またかっこいいですよね。かっこいいですよね。これやっぱちょっと古びた感じというか、うまいことやってますよね。あ、お、ブレードランナーに使い回されたグラフィックですね、今ね。うんうん、あれ、これね。あ、そうなんすね。そうそうそう。スピナーが上がるときにモニターに映ってるのがこれですよね。同じやつ使ってる。まあ、さっきのなんかコンピューターのアップの画面の陣の出方の感じとかも、ブレードランナーの、うん、エスカーマシンにね、うん、かなり近い感じだしっていう。わかるわかる、無重力のはずなのに重量感あるっていうね。そうそう、ね、そうそう、007の悪役ね、ヤフェット・コットをね。ヤフェット・コット、ね、ああ、はい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 、死ぬのはやつらだね。はい、いや、ミニチュアはやっぱいいですよ、燃えますよね、ほんと。なんだっけ、ニール、なんだっけ、なんとか、ニールなんとか、イギリスのね、これ、特撮界の割と大物ですよね、今。はいはい、読めないとか、まあ、この時だと結構、まあ、この頃ブイブイ言わしてたっていうか、70年代、80年代は本当にその人は。イギリス特撮を牽引してたと言ってもいいと思いますけど、名前がちゃんと出なくてすいません。いや忘れちゃうんですよ、うん、素晴らしいですね、こう細部までが本当にすごい美しい。みんな最高って言ってるのがそうするね、うん、だ地球に帰る途中だったと思ったらなんか実は寄らなきゃいけなくなっちゃって変な星に行くって、うん、だからここの星が LV426 でしたっけ。あ、その 246か、うん、なんかそういう辺、その辺の設定はキャメロンがやった、キャメロンがつけちゃったってことに、後からつけたってことですよね、ってことですよね、うん、うん、そうそう、でもプロメテウスを見たときに、うん、明らかにこの辺のその、インターフェースとか、はい、機械とかが、うん、これよりか前の話なのに進化しとるやないかと思ったもんですけど違うんですよ。あっちはほら経営陣だからね、金持ち、そうですね、そう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 、最新鋭のメカを使って、この人たちは最下層ですからね。まあまあね、うん、まあ、なるほど、そういう、それ忖度エンジン、そういう忖度エンジン、だからね、こういうね、もう古い、だから、これが西暦2122年で、プロメテウスが2089年の話だから、はいはい、ね、50年ぐらい前の話ってことなんですね。うんうん、
40年。だからってさ、だからって CRT モニターとさ、液晶とかないだろうってね。うん、いや、でも、いや、でもいいんだよ、それは。そこはどうでもいい。でもさ、でもあっちもだから、そんなのモニターの、あの配置とか、その、うん、が結構同じ感じにしてあったりして、そうそう、あの、ああ、全然違和感ないなって思いましたよね。うん、で、あと逆にそこで、その、それにこだわっても別にしょうがないとこだからね。まあね。そうそう。いや、わかりますよ。イアンホルムはずっとイアンホルムですよね。やっぱすごいですよね。うん、全然顔変わんない。これもダンオーバーのこだわったという着陸シーンですね。うん、ああ、そうなんですね。うん、そう、なんかあの SF 映画で宇宙船が楽に着陸しすぎるのが俺は嫌で、リアルに、あの、なんていうの、不時着したみたいな感じにしたかったの。はい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 、はい、はい。いろいろそういうことを言う。そんなに言ってんじゃないよってことですね。うん、はい。これだからこのね、着陸部だけでもすごくでかいことが分かるのがすごいと思います。ダン・オバノンはね、自分が監督するもんだと思って、そういうことですよね。なのにね、はい、いろいろ不遇ですよね、あの人も、ね、うん、いや本当にね、うん、亡くなっちゃったしね。ね、うん、ね、ギーガーにね、お願いしたのもオバノンだし、はい、脚本書いね、途中までちゃんと書いたのもオバノンだし、いやだってそれでオバノンはやっぱりトータルリコールもあるし、うん、でそのエイリアンはやっぱりその本当に SF 映画のルックを、うん、あのスターウォーズとまた違う意味で変えた映画なんで、変えましたね、うん、だしそのやっぱりその なんすよね、この本当マジでトラック感、うん、トラック感みたいなものが持ち込まれたのは、だってなんでかっていうと SF 映画はそれ以前は要はエリートの宇宙飛行士とか科学者とか、うん、そういうのが大体宇宙船に乗って、うん、まあ、パイロットにしてもそうですよね、うん、っていうことをやってたところに持ってきて、このあの何、こういうなんていうのかな、本当にそのブルーカラーの職種が普通に働いてる宇宙船、はい、宇宙の生活空間みたいなものっていうのを出してきたことで、なんかそのリアリティのレベルがだいぶ変わって、うん、面白いことになったと思いますよね。今でこそね、当たり前ですけど、うん、そりゃもう当時はすごかったでしょうっていうところと、まあ、これのおかげで今があるっていうことですからね。そういうこっちゃ。まあ、あとそのね、リドリー・スコットにあの、ね、ギーガーの画集のネクロノミコンでしたっけ、はい、あれをね、見せたっていうのもまた ね、それが一番でかい仕事じゃないかと思うぐらい、うん、素晴らしいことしましたよ。エイリアはね、あとこの前半の持たせがすごいいいんですよ ね、一体何が始まるんだって分かんないですかね、初めて見るときは、うん、これが。いやだから本当当時最初見たとき、あのその、うん、怖いシーンがあるってすごい聞いてってみたんですけど、はいはい、そのそういう映画だと思もう忘れてましたもんね、もうその途中まで、うん、でチェストバスターのところはもう当然、あ、これがクソかと思って、うん、うぎゃーってなるんですけど、すごい落ち着いた SF というか、うん、そうですね、ウォーターヒルもね、監督、俺じゃねえだろっつって、降りてましたね、はいはい、うん。で、ウォーターヒルが全然 SF 分かってないと、オバノがまた切れるっていう、どっちもあったんですよね。うん、それはまあね、そうだろうっていう。あの気が合うわけないって。それから30年ぐらい経って、ウォルターヒルがね、SF を撮ってましたけどね。はい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 、はい。そして世界中が頭を抱えるっていう。なんだっけな。なんだったっけ、スーパーノーバ。あ、スーパーノーバだ。あったあった。あれは頭抱えたな。うん、で、まあ、このあの、宇宙服はね、デザインメビウスですけども。はいはいはい。ここのメットのここのところにね、そのアステカの象形文字みたいなのが。びっしりこう細かく彫刻されてて死ぬほどかっこいいですよね。いや、こんな感じのそうね、そう、あの吹き替え版とね、あの、はい、吉木さんとホークさんの解説を同時に聞くとね、わけわかんなくなるんでね、そこだけご注意くださいね。あ、吹き替え版だと日本語が混ざり合うんでね、日本語が混ざり合うんでそうそうそう、あのこういうところだから、あの子供が入ってたりしますね、うん、そうですね、うん、そうそう、ここは結構有名なんですね。セットをでかく見せた。当時だからこの映画を初めて見た人は、うん、このスペースジョッキーとか、うん、
この特に何の説明もないじゃないですか、このあと別に、うんうんうん、何のこっちゃと思ったでしょうね。ね、スペースジョッキーはだって公開当時に映画館の前置いといたら誰かがタバコの不始末で燃えちゃったんですよね、うん、そうそう、あのイギリスかアメリカの映画、イギリスかな、映画館の前に置いたんですよね。で中身基本的にあれスタイロっていうか、まあ、発泡スチロールなんで、うん、あのよく燃えちゃったという。なるほど。あの麦峠を見に行ったらスクリーンを間違えてエイリアンを見てきたうちの親父って書いてますね。あ、ディズニーパンだろうね。いやー美しいですね、シガニー・ウィーバーね。やっぱり ね、 やっぱりね、あの美しい、カリスマありますよね。うん、まあね、リドスコも見た瞬間、もうこの人が決まるだって分かったって言ってました。セリフ言う前に、まあ、シガニー・ウィーバーのキャリアもここから本当にね、こからですよ、映画界のキャリアもここから始まったので、ね、アバターにも出て、また出てますからね。なんだっけ、アバター、今度のアバターのシガニー・ウィーバーはなんか14歳の役って言ってましたよね。あ、そうなんですね。どういうことなんですか、どっかに書いてあった。本当かよ。うん、なんのこっちゃよくわかんないまま見たまんま喋ってますけどね。うん、まあ、だからこうやって見るとやっぱ、まあ、僕らがもう当然そのエイリアン2以降があると思って見てるんですけど、うん、なんかやっぱこうジェームズ・キャメロンはやっぱりすごくこの映画を踏襲してますね、本当にね。まあちょっとやりすぎたところもあるんですけど、エイリアン2で、うん、世界観とか、うん、見た目、うん、っていうところは結構真面目に踏襲はしているとは思う、ね、うん、肝心なところでいやそうですね、お前っていうのはあるんですけど、うん、確かにね、うん、いや、いいですね。いや、いいですね、こういうのがね。うん、ですよ。いや、まだ当時のこ結構思い出してるんですけど、ほんこんなん見たことなかったですもんね。うん。うん、本当に。画質えぐいですよね、本当ね。キャメロンのやらかし、キャメロンのやらかしについてはですね、またエイリアン2の時に。いろいろお話できればな。まあ、いろいろあるかもしれない。いろいろあります。いろいろある。まあ、いろいろありますからね。うん、いや、でもこれも、いい絵を、いい絵を撮りますね、本当にね。本当よ。うん。素晴らしいですよ。ああ、素晴らしいですね。出ましたね。本当にまさにギーガーの絵がね、そのまま映像になってるみたいで、素晴らしいですね。うん、これ、あれなんだよね、なんだっけ、作った時の、この輪っか型のやつっていうのは、これ、ちょっとズルして、なんか、うん、だから分けて作ってんのかな、分けて、だから隠れてるとかちょっと分けた2つの、2つか3つのもので作ってやって、はい、1個の形じゃないらしいですね。そのギーガーの絵がそのまま立体にならないんで、ちょっとそこは、そういう風にして作ったってことだったんで、だから逆にプロメテウスで、しっかりその形をもうちょっと、だからあっちの方がだからその整合性が取れてるんですよ。はいはいはい、でこっちは取れてない、その異様な形なんですよね。ここもいいんですけど。まあ、まさかね。これから三十数年後に、本当ですよ、本当そうですよ、この宇宙船にシャーリーズ・セロンが引かれて死ぬとは思わなかったな。下敷きになるなんて読みに思わなかったですよね、うん、ない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 、マジないんでとか言ってそうそうそう、悲惨だな悲惨だなっつってマジないんですけど、うん、すげえないやでもこれ本当にね、今ねコメントでも言いましたけど、これ見て宇宙船だと思わないもんね、うん、まあ、でそれをそのままだけど そういうものだとして出すっていうのが本当、いや最高だなこの絵も、最高だなこれ、最高ですね、100点だなこれ、100点ですね、うん、で何でしょうこの造形、ダン・オバノンはもともとだからその、第二次大戦中の爆撃機乗りに取り付いたそのグレムリンの話という小さい化け物が、ね、はいはい、爆撃機の中に 出るっていう話を元に、うん、した映画を作ろうと思ってて、でロナルド・シュゼットがそれエイリアの後輩に使えばいいじゃんっつって、うん、どっかに戻んなきゃいけない飛行機とか宇宙船の中で
そのまあわけのわからない化け物にどんどん襲われていくっていう、あこれもねすごいですよね。すごいデザインだよ、なんだこれ。あのこれはねマンコですね、うん、リーダーのデザインは全部マンコとチンチンなので、はい、はい、今のはマンコです。それはいいとして、いやでも本当のことだからしょうがない、はいはい、はいはい、本当のことだからしょうがないね。しょうがない、あのしょうがない。で、あの、あ、そうか、これ YouTube も来られてすんの、わかんない。大丈夫、多分大丈夫だと思うんですが、 あまり連呼はしない方がなんかわかんないです。はいはい、気をつけます、はい、で、あ、そっか、バジャイナとか呼びなんね、あの男性器、女性器です、はい、男性器、女性器って言いましょう。そっか、すみませんでした、はい、あのいや、それでだからそうしたっていうことがあるのを踏まえてみると、今のアッシュがいるとあのちょっと出っ張ったところで ガラスに覆われてるのは、あれ多分、B29 とかの後部のガラス張りのターレットというか砲台のところを多分意識したしてるのかなとか思いますよね、うん、いやーやっぱり高校生も見てるんですよね。すいませんでした。すげーなこの映画。高校生も見てる。すいません。あ、じゃあ今日エイリアン初めて見るって高校生の人がいるってさっき書いて。ああ、そうなんだ、ね。マジか、うん。すいません本当に。もうね、横で喋ってていいのかな、そんな初めての。いや見入っちゃいますよ。でもこのやっぱりエイリアン周りのデザインと、うん、そのギーガーのそこをギーガーに、うん。うん、任して全部任して、で、うん、あっちのストロモゴ周りはロンコップのね、はい、そうですね、このやっぱりね、うん、そう、そのね、その適材適所ですよ、はい、本当にちゃんといい、いい分け方しましたね、こっちたちでね、うん、そうそう、だからリドスコとかって結構それ多くて、うん、だからグレードランナーなんかでもその要はシドミードとビビウスと両方使うとかねやるでしょ、はいはいはい、でやっぱ向き不向きってあるんで、うん、最近とか最近限ったことでもあるかもしれないですけども、あの一人のアートディレクターがすごくその人色に染め上げてしまってる映画っていうのは、うん、どっかちょっと単調に見えるっていうことがある、ね、いやそう思うな、だって明らかに文化が違うわけだからね、うん、そうそうそう、見てくださいこの、これがでかく見えるのも、これ中に入ってるの子供だからです、ね、うん、子供、うん、そうそうそう、ね、リアスコの子供でしたっけ、うん、とかも入ってるのかな、 1.5 倍ぐらいの子供だからね、でも素晴らしい、素晴らしいです、ね、何ですかこの造形。これはねギーガー自身がね発泡シロールをシコシコ削ったりして、はい、だいぶ頑張りました。すごいな、うん。すごいですね。こんなもの見せられ、だから本当に、なんていうの、本当です。本当に異常なものを見せられて、うん、本当に異常ですよ。そうそう。うん、あの本当に想像を絶するとはこのことですよ。本当このね後ろの壁っていうのは今映ってる分ぐらいしか作ってなくて、はいはいはい、カットに回転させて使うわけですね。なるほど。そうすれば全部作んなくて済むから。超面白いな、ね、いやほんとね、あのじゃあこの絵これが欲しいもんね、欲しい、うん、これが欲しい。フェイスハガーもね、なんか最初は、うん、緑に塗る予定だったけど、うん、肌色の方がリアルだからっていうふうにね、うん、やったって言ってましたよね。この上の方のこのちょっとあの黄色、白っぽい黄色みたいな色は、あれは上からのラテックスを塗って、それをあの半乾きの時に手でこうやってこすってやると、大体こういう質感になるんですけども、うん、それの色がそのまま残ってるんですね。いや、もう人類にね、確かにエイリアンのデザインを定着させたのはこの映画ですからね。うん、まあ、エイリアンという単語の意味変えちゃいましたからね、本当にね。うん、それはそうだ。で、これの時はもちろん、一作目の時はゼノモーフなんて言葉なかったんで。なかったですよね。うん、あのビッグチャップっていう言葉、ビッグチャップってのは現場で呼ばれてたんで、うん、それはありましたけど、うん、でかい頭って意味でしたっけね、ビッグチャップってね、うん、これがねバイオスーツだって後に分かるっていうですね、本当に、ね、いやでもな、本当このもうね、うん、このリドリー・スコットのやっぱりこのなんだろうな、その譲らなさがすごい、本当に妥協、うん、妥協しない映画です ね、本当にこの時から徹底してるなと思う、うんうん、そう、今みたいなオーバーラップもいいですよね、いいね、うん、ゼノモーフってキャメロンが言い出したんですよね、キャメロンが言い出したの、そうなの、うん、まあその辺ですわ、そうですね、うん、それもお前かな、それもお前ですね、細かい設定あの人が作っちゃいましたので、ね、この後も最後ちょっと飲み物取ってこい。ギーガーのレコードジャケットで、ね、好きなやつはね、
あれ、スティーブ・スティーブンス、アトミック・プレイボーイズ。そんななんだ。あるある。へえ。あの、あれ、こっちに向かってパチンコってるやつ？それは違うやつか。あれ、ね、こっちに向かってパチンコってるやつあるじゃん。あれもあった。で、あと、まあ、恐怖の頭脳か。あ、これも素晴らしいですね。これは、まあ、ね、マットペインティングと実物大の説明。あ、これあれですよね。この青いレーザー光線、有名ですよね。はいはい。このレーザー、そう、レーザー光線はね、本当あの、この頃は、こういうのやっと使えるまあライブとかで使うようになって、あのよスタジオの横でザ・フーがそうそう PV 撮っててそれ借りたんですよね、うん、これそれ借りたんね。でこれあのこれ超面白いのはだからレーザー光線がすごい薄いから そこの面に触れたところ の、うん、あのスモークだけこういう風に見えるっていう、うん、超面白い映像面白い映像撮れますよ ね、うん、このね、だから平面上にしか煙がないみたいな不思議な映画で、しかもそれを透かしてその奥の立体の煙も見えてすごい面白い面白い映画撮れますよ ね、これ、うん、絵がかっこいいね、いちいちかっこいいですね、いちいちね、うん、全カットかっこいいですよ、うん、マジで全カットかっこいい。こういう映画を見て育ってますからね。うん、いやこうコメントにもこう皆さんすごい映画だすごい映画だっていうコメントを本当見るんですけど、うんうん、いやまあ本当すごい映画って、うん、たくさんあると思うんですけど、うん、講義で言えばでもこの映画本当すごいなってなんか、うん、本当思いますね、うん、でしかもやっぱりそのなんて言ったらいいですか、そのこれの時だってね、あのこれの時とか今だってそうだと思いますけど、これの時なんか今よりもずっと SF とかホラーっていうのは一段下の、うん、そうでしたね、くだらないジャンルだと思われてた時代ですよね、そこでそれを絵力ともとんでもない説得力と技術の力で、うん、あこれね逆さにして撮ってますね、うん、逆転させようっていうそのリドリー・スコットの息もすごいですよね、本当に。あ、これ逆さにして撮ってる。逆さにしてる。すっげえ。上に水滴が垂れてます。はい。うん、このガナイさんのおっしゃる通りですね。うん、気持ち悪い。ね、これでもなんか FRP でできてるんだと思うんですけど、周りはね、はい。うん。いい感じですよね。はい、開いた。はい、開きました。はい、開きました。この一番貼ってあるのは、なんだっけな、ラムかなんかの横隔膜の辺の、うんうん、なんかこの、なんか白い、いい感じにサシが入ってるところを貼り付けたっていう話ですね。そこだけ剥がして ね、うん、ね。いや、ここの、素晴らしいです。今の圧縮空気で、豚の腸をこう射出するマシンを作ってですね、それを使って撮影したということ。ここまで35分ぐらいですよ、うん、だからやっぱりそれぐらいだよね、うんうん、キモいいやもうそうなんですよ、この絵ねキモいんですよ本当に、キモいキモいキモい、あのねあとそのなんだろうな、そのそれって特殊メイクの人とかもよく言うんですけど、うん、本物が使えるときは本物使った方がいいに決まってるんだ、うん、よく言ってだからその作り物で作った内臓とかのね良さっていうのはそれはそれで僕もあると思いますけども、うんうん、エイリアンはそこのところの本物使いが実は絶妙で、うん、この後出てくるそのフェイスハーガーの裏側なんかもあれは貝とか使ってるんですよね、そうですね、そうそう貝とか使ってるんですけども、だいぶスタジオ臭かったって言ってましたもんね、ね、そのでもだまあだってね照明暑いしねすぐ腐るから、まあ、ますけどね、うん、でもまあその辺が僕もでも最初見た時に一番衝撃を受けたところの一つで、つまりよくできた作りもんを超える何かを見ているような気持ちになるんだね。あ、ここのねリプリーはね正しいですね。正しいですね。これリプリーは正しい。はい。これとにかく絶対に感染したものは入れるなと。そうそう、そうおうち時間ですよみたいなこと言ってるわけですね。はいはい。はい。コロナになってこの時のリプリーがいかに正しかったか。いや本当に正しいですね。100% 正しい。海外で結構ミームになったりしましたね。いやコメントも来てますけど、本当に CG 使ってないんですよ、これね。うん、信じらんない。ね、ペギー・ラドンさんの質問にお答えしますと、はい、フェイスハーガーが大きくなってエイリアンになるわけではないです。フェイスハーガーが人間の口から、ねはい、その弾痕
状のものを喉の奥にこう入れていってですね、はいはい、その先で、まあ、卵というか幼虫みたいなのを産みつける、幼体を産みつける、ね、幼体を産みつける、でそれが後から出てきてだんだん大きくなって、はい、エイリアンになるということですね。脱皮を繰り返して大きくなって、それで脱皮を繰り返して大きくなる、あの脱皮の皮がまたよくできててね、はいはい、本当に好きなんですけど、ところがいつも分かんないのが、うん、まあ設定としてどこまで生きてるのか、生きてんだろうな、だけどほらだってエイリアンが生体が人間を捕まえてって、うん、なんかするでしょ、はいはい、壁に植え付けて、はい、そうそうみたいなやつね、まあ、カットシーンであるやつ、うん、はい、であのなんかほらあのダラス船長があの、はいはい、眉にされちゃったりみたいなのってあるじゃないですか、はいはい、はいはいはい、ありましたね、あれなんどういうことなんだろうなとかね、だから、うん、そのそれってでもまあ思ってるんですけども、うん、わけのわからないことをする生き物だっていうことだよね、うん、まあね、本当に、うん、だからなんかその辺のことでキャメロンが後付けでいろいろと設定つけちゃったんで、ね、あの、うん、クイーンが出てくるっていう話になっちゃうんですけど、うん、だからそこの時はねそこまでは考えてないですよね絶対ね、うん、いわゆるだからまあだってそのギーガーが加わったことによってそのさらにバイオメカニカル感がそうね、うん、だから動物なのか機械なのかもよくわからない、からないなんかね変な感じのものになるんですね、ようわからんがとにかく完全生物っていう、うん、完全生物ですよ、すごいと言いますからね。いやこのフェイスハーガーのシーン本当最初見た時これなんじゃこりゃってずっと思ってたんですよね、うん、あとこのやっぱり説得力ですよ ね、だからこれだってこういうことをやりたくて全然そう見えない映画がいっぱいあるわけで、はい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 、うん、確かにそうだ、フェイスハーガーとエイリアンは別の生物ってことっていうわけでは別の生物、別の生物ではないではないんですけど、うん、フェイスハーガーが何かをことを起こさないとエイリアンは生まれないので、うん、そこが難しいとこですよね。ただまああれですよね、あ、なんだろうな、形、成長によって形をどんどん変えていくわけですよね、うん、そうですね、うん、その辺の気持ち悪さですよ、だってあのほら、あ、でもやっぱりだからその、うん、なんか人間に、うん、取り付いたから、はい、その人間に近い形のっていうね、体になるっていうのは、あれは結構説得力あると思う。あれはなんか3でそれがね、そうそう、はい、ドッグバスターが、ね、ドッグバスターが出てくるってところで、うん、あれもなんかね、そういうことなのかどうなのかっていうのは別に公式設定なんてないですからね、うんうん、まあ、後付け後付けでみんなで考えちゃって、みんなで考えちゃってね、なんでかだからな、みんなさやっぱりわけのわからないままにとどめておくことが苦手すぎるでしょ。そうそう、水中特化とかはスイマーを、ま、眉にしたからなんでしょうか、まあなんかそういうのもあんのかな、わかんないですけどね、わかんないですね、もう、うん、あ、これもいいカットですね、そういうことです、クイーンはフェイスハガーを産んでるってことです、それは確かですね、そうね、まあ、まあ卵を産んでるね、うん、うん、だからそれを遠くまで運ばせるというか、うん、確実にその寄生させるためですよね、うん、あ、これもびっくりですよ。びっくり、これ最高のアイデアですよね。これね、最高のアイデアなんですけど、なんか本当はあの特撮マンは別のやり方でもっとリアルに見せる方法を考えてたと。はいはい、それがあの時間がなくなっちゃって、うん、あの結局あの発泡に発泡スチロールね。発泡にね、うん、そのなんつうのあのシンナーとかシンナーとかをねかけた。うん、でやることになっちゃって、うん、そういう風にしか見えなくなったのは非常に残念だっていうことが、うん、なんか昔ネフェックスに書いてありましたね、うんうん、クイーンはどうやって生まれるのか、もうそこら辺になってくるとね、だんだんねご都合主義で分かんなくなってくるんですよ、うん、まあ、クイーンはクイーン あの妖体っていう設定がね、まあ、一応あります、ね、ありますつきましたね、うん、ただそれがどうやって生まれるのかまではまだ判明はしてないですけど、だけどあのほら昆虫の生態とかたまにぼんやり調べてて気が遠くなったりするしね、はいはいはい、アリとハチにだいぶねそこら辺は、そう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 、だからそのアリとハチみたいなのは2からできた話なんで、そういうことですね、そう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 、この1には全くそんなのないですから、ね、クイーンってこの時いませんからね、うん、僕はだからこれはもうジェームズ・キャメロンが悪い、いやそこが問題なんですよ、そこが問題、その時にだからそうなんかエイリアンがそんなハチとかアリみたいなもんになっちゃったら、うん、ことに非常にがっかりさせられた、がっかりしたわな、うん、だこの辺もその酸、血が酸であるっていうところ、アシッドブラッドのこともなんかそんなに当時まだね考えられてなくて、後半どうしようかっていうところで、うんね、血が酸だったら面白いんじゃないっていうところでなったっていう話ですよね。
まあ、だってそんな動物どうやって殺していいか分かんないしね。そうそうそう、だって食べたら、うん、死んじゃうわけですからね、うん、だってね。そう、うかつに殺せないっていうところにまた一個ね、うん、面白みが増すっていうのがありますね。まあ、3作目が一番テイストが似てるかなっていうのはやっぱりそういう努力をしたんですよね、うん、うんうん、そうそう、あれはすごくそれをやろうとしたんです。紆余曲折の件にですよ、はい、デビッド・ヒッチはかわいそうにね、本当に、うん、脚本できてないのにどんどんセット作られちゃう、ね、はい、どうしていいのかっていう、うん、俺なら蒸発しますよ本当ですよ本当、デビッド・フィンチャーのエイリアン3だけは本当にかわいそう。共感ポイントが1万人。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。俺ばっか、これ、映画館で見たことないんですよね、エイリアンは。あ、そっか。うん、1はないんですよね。なるほど。映画館で見るとすごいめちゃくちゃいいですよ。うん、何でもそうだけど、はい、これは本当に見たい。まあ、特にね、うん、そうね、フィンちゃんの苦労を考えると仕事の大抵の仕事の苦労は乗り越えられる気がする。本当にね、あれでね、アッシュが一生懸命やってるのもなぜかというのが後になって分かる。そういうことですね、ね、いやー、分かんなかったもんな、初見でこの人が。いやいや、まあ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 、ね、まあ、初めて見る高校生の人もいるんで、うん、あの、なるべく言わないように。いやいや、言いましょう、うん。さっきちょっと、あの、1個言っちゃったような気がしたけど、まあいいです、それは。皆さんは PS4 のエイリアンのゲームやりましたか？あ、僕やりましたよ。俺買って落としたんですけど、まだやってないんですよ。エイリアンって、エイリアンアイソレーションじゃないですか？アイソレーション。どっち買ったんですけど、やばい。どれかな？いくつかあるですよね。あるある。特殊部隊のやつ？エイリアンなんとか、あの、スペースマリーンのやつでしょ、うん、あれも途中までやったな。コロニアルマリーンズですよね。コロニアルマリーン。俺もやろうかな。そう、初めての人羨ましいですよね。エイリアン初めて見るって超羨ましいなと思いますね、うん、そう、だからそれはその横で我々がわわ喋ってていいのかって大丈夫なのかって思っちゃう、うん、まあ初見の人探す方がもう難しくなってはきてますよね、映画好きが集まれってなってくると、ね、いやでもほら若い人はさ仕方がないから、うん、この人がビルボ・バギンズになるんですよ、本当そうですよ、うん、だからシャーとか言っても別にびっくりしないみたいなね、うん、びっくりしたけどね。アイソレーションはね、俺やってない、うん、コロニアルマリンズはやった、両方途中までやったかな。そう、うん、でファイアーチームエリートってのもやったな、うん、ただあれファイアーチームエリートが一番評判やつでしたっけ。最近一番最近のじゃないですか、うん、モニターの上にロゴが出てた。そう、ロゴあるんですけど、これはだからそのなんかそのね、アステカの、はい、アステカっていうかそのまあ中南米のね、アステカとか、ね、ああ本当だ本当だ、マヤのその羽のモチーフで、で、はい、リドツコがそれをすごい推してきたんですよ、うん、で、あのさっき言ったみたいにウェーランユタギ社の方に関しては W と Y を組み合わせたロゴをローンコップが考えてたん でそれとこれを合わせてなんとかしようとしてたんですけども、それがいろいろ時間の都合とかあって、結局リドスコのまあ一押しだったこっちばっかりが残ることになっちまったという話ですね、はい、いやこれは本当記憶を消せるならもう一回記憶消してみたいですよね、この映画は本当に。そうね、うん、これとターミネーターね、うん、まあ、確かに1個目ね、うん、そう、イアンホールもこの時点でもう40後半ですよね、うん、ベテランですねやっぱね、イアンホールもね、あれでバンデット級でナポレオンとか、ね、あーバンデット級ね、本当におじさんばっか出てくれナルキッソスが見えますね、うん、うん、さあ来ますよ、はい、あそろそろね、超怖いシーン、うわもうすごいんだよ、何回でもあれあのケロッとしてんのが怖いんすよ、ね、そうなんすよ、うん、爆食いすんすよね、なんか元気になっちゃって元気になっちゃってさみたいな、
なんかそういう嫌さですよね。そういうことってありそうな感じ。そうなんか、うん、あのままそのね寝たまんま出てくるんじゃなくて一回元気になるっていう、このいやらしい設定ですよね。そうそう、うん、初見の方ね、もしあのいるんだったらですね、ここらからね、もう固唾を飲んでみてください。うん、いや、いいな、うん。やっぱね、本当にこう、何遍でも言いますけど、絵作り力が高いですね。本当そうですね。ワンカット、ワンカットがね。怖っ、なんかいるって絶対、うん、顔にさっきまでついてたんだから。ああね、見せるな、見せる見せる。すいませんね、おおこわ、うん、普通にちゃんとホラー映画ですよね。うん、ただただ怖いんだよここ。まあ普通にね、悪魔の生贄で家入ってくとこみたいだもんね。そう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 。そうなんですよ。だからやっぱリードスコが悪意気を見てるそのファンであるっていうことがよくわかりますよね。うん、考えてみたら田舎に行ってひどい目に遭うっていう点でも非常に共通点はねありますから、ね。確かに確かに。でもほら人ん家に入ってったせいでやばいことになるっていうのもね、うん、ちょっと似てるよね。そうやって言ってみれば、そういうことですよね。うん、いた、重い、あー店長優しいですね。うん、あ、出た、これがね、あーすごい。まあこの後あの解剖のところがまたリアルでいいですよね。いやですよね。どうですかこれ、この汁っ気ですよ。すごいよね、汁っ気、いやー気持ち悪い、ね、この本物感がやばいですね。はい、これね、キャメロン版からもう造形が、ね、あっちね、造形がもう あれただのだけど、そうあのなっちゃってます。こっちの方が全然僕は好きですね、うんうん、そう、まあ、あっちの方がなんかそのギガのデザインが近いんだけど、うん、あのでも こっちのこの感じはちょっと本当にね、あの、うん、オーバーザトップなものがあって好きです。カニ味噌ありそうでわかるよ、玉ねぎさん。気持ち悪い、気持ち悪い。あ、そう、そこでこの、あのダラスのここに金色の、はい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 、でしょ、ね、だからダラスは金色で、うん、ケインが銀色で、他の人は別に水色とかなのか、だからその艦長副長っていうことであの分けてるってことですね。なんかね、いろんな肉を混ぜ合わせてるんですね、うん、あそこね、うんうん、いろんなものの内臓とか肉とか、うん、今の牡蠣とかですね、本当に牡蠣とかですよね、うん、バター焼きが良さそう。そうそう、ポン酢はアウトですよ、きっと、うん、はい。意外とうまいと思う。でもね、やっぱ見たときはそうは思わないから。うん、そうよね。うん、いや、船長いいっすね、やっぱね。いや、いいですよ、ほんと。いいっすよね、船長。うん、あの、ほんと労働階級の船長って感じでいいですよね。はい、知らねえよ、うん、そんなこと言われても、みたいなね。で普通にいいやつそうだしね、うん、皆さんホヤ食えますか。食ったことありますけど、もう食いたいとは思わなかったです。別にホヤあんまり食べたいと思わない。うん、確かにね。でもね、このね、よくわかんない宇宙の果ての
どこにいて、なんかどっからも遠いっていう、そのこの隔絶した感じっていうのはすごいやっぱり大事だと思うから、はい、だからそのまあ話の設定上仕方がないと、エイリアン2でやっぱりあの地球のね横の宇宙ステーションが出てきたときは、うん、あのあ地球映っちゃうんだって思ってちょっとあれ50年経つんでしたっけ。そうそうそう、寝てる間にね、うん、だけどなんだろう、その一回 その地球が映ることの安心感みたいなものってやっぱりあると思うから、はいはい、そう、あの早く地球に帰りたいっていうコメントありましたけどね、とにかく地球に帰らない映画ですからね、これはね、地球帰れない、ね、とにかく地球に帰ってはいけない映画ですから、結局リプリーが地球に帰るのはこれから数百年後ですからねそうです、ね、しかもそれ本物のリプリーではないからね、うん、そうですそうです、もうわけわかんなくなってますけどね、うん、よくわかんない、アンドロイドはそうそう帰ります、はい、うん、あとロンパールマン。そうやって考えるといろいろありましたね、この映画、本当。いや、本当ですよ、本当。だから、で、まあ、その、エイリアンシリーズを通してのリプリーの戦いっていうのは、うん、とにかくエイリアンを、地球に持っていかないっていう。そう。ね。だから、やっぱ俺、AVP がちょっと多いって、大きな声が出ましたもん。出ましたね。あれは確かにそうですね。うん、いや、面白いんですけど、うん、そらあかんやろっていうのはね。うんそうね、いや本当にそうですよ、そうなんですよ、そう、エイリアンサイドから見るとね、そうだし、なんかそうそう、うん、アルジェントさんが言って地球は初めてだからよくわかんないっていうセリフがね、うん、エイリアン4の最後にね、最後にね、うん、あれは完全版かな、ディレクターズカットかなんかで入ってるんですよ、あれってもともとプレデター2の悪い冗談から始まった話なんで、そう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 あれはね、まあね、20世紀フォックスの一番いい頃ですよね、ほんとね、そうそう、マイク坂本さん、ライフでね、変な生き物を地球に持って帰っちゃった、だからあれはもうほんとダメです、ほんとダメです、あれは。アリー・ディースタントは本当何に出ててもいいなっていうか、俺でも何に出ててもいい人しか出てないから、ね、確かにそう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 、全員すごいいい、うん、いや、今日始まりますよ、映画史に残る恐怖シーン。え、そんなの始まんないですよ、大丈夫ですよ、うん、全然何も起きないですから、初めて見る人安心してみてください、そうそう、これ元気になったんでさ、元気になってよかった、いや元気になってよかった、ちょっと怖いことあったけどもう大丈夫、ね、変なもん、うん、頭くっついてましたけどね、みんな地球に帰ろう、でもほら顔も平気だったし本当よかったと思う、うん、うん、よかったよかった、この時着てる服がすごいですよね、そうですねちょっと怖かったけどね、うん、もう大丈夫、はい、いや、イアン・ホルマン、いい役者だなってね。ねいいですよ。ね、もう一眠りでやらずそしたらもう地球だよ。腹減っちゃったね。帰るかっつってね。腹減っちゃったからな。すごい。画面のね、明るさも含めてね。うん、あのもうね、もう暗いシーンなんて出てきませんから。うん、もう余裕だよ。ああ、よかったよかった。これ、あのボールにもね、あのユタニシャのマークがついてるしね。はい、ああ、ほんとだ。そのね、W と Y を合わせた方はね、なんかね、ボールペンとかに書いてあるとか言ってたけど、ほとんど画面が見えないですよね、こっちだとね。いや、地球に帰ったら、この飯食いたいよね。もう、うん、もうこの映画終わりですから。はい。うん、いや、よかったよかった。ね。よかったよかった、安心ですよ。幸せな映画でしたね、ほんとに。ね。いや、ほんと、ちょっと最初、途中はちょっと変な星とか言って怖かったけど、うん、ほんとほんと。これで一安心ですね。大丈夫？あれ？あれ？喉詰まった？あれ？あ、なんだ？大丈夫？喉詰まったのかな？あれ？いや、慌てて食ったからね。うん、ダメダメ、そんな。ほんとね、お腹減ったからって。あれ？あれ？これ来ませんね。ここのね、口に舌噛まないようにったらまたリアルでね。うん、そう、うまくはいかんですよね。ね、うまくいかない。うまくいかない。フェットコットの唾が飛びすぎですね。うお、大丈夫か、どうしたの、あら、おいおいおい、
見てよ。ちょっとやめてください。うん。うわ、やめて。これはあれでしょ、もう作り物の胴体に、モツが入ってるわけでしょ、いっぱい。この感じですよ。すごいのが出ましたね。これはロジャー・ディッケンという人が作ってですね。はい、すごい。下で操作してみんな血まみれになりましたけども。このね、走っていくところは、ね、テーブルが切ってある。はいはい、なるほど。で、まあ、それはいいんですけど、今のを作ってた時に、それこそエイリアン2に出てきたみたいに手がついてたんですよ。うんうん、で、粘土原型で、その手がついたやつをやってたら、うん、リードスコが見に来て、かと思うと、って言って、その手をもぎ取って、うん、ポンポン叩いて、よし、これでよしっつって。うん、で、ああなったんですね。僕は手がない方が断然いいデザイン。いや、そうでしょう。うん、まあね、ここ有名ですけど、みんなね、コメントでも言ってますけど、あれはね、ドッキリでね、はい、みんな何が起こるか知らされてなく、うん、なかったっていうところでね、本当にかわいそうですね、本当に。これもね、本当いろんな解釈の余地があるというか、いろんな解釈というか、分析もされてますけども、うん、はい、要はこれはいろいろあるんですけど、一つはその、男が妊娠させられるっていう恐怖なんですよね。そうですね。うん、で、それも、それで強制的に出産もさせられるっていうことの恐怖が、そうなんですよ。一つあるし、あと、内側からレイプされてるっていうふうに見ることもできるし、うん、まあ、本当に、そういう意味合いが、何人も読み取れるっていうね。まあ、無理やり口になんか突っ込まれてねっていう。そう、いや、子供の頃はね、そのことが分かんなかったんですけど、やっぱ大人になってこの映画を見直すと、うん、そこら辺のメタファーの凄さというのが、やっぱこの映画すごいですよね。そう、だからめっちゃセックスの恐怖の話なんですよね。うん、今のおじさんは死んじゃったの、はい、はい、残念ですが、今のおじさんは残念ながら、残念ながらお亡くなりですね。お亡くなりですね、即死ですね、はい、やっぱこのね、技術部はこういうのに強いから、うん、ね、はい、はい、このビリビリ棒作ったんでこれでやってねっつって、うん、ビリビリ棒っすか、これなら血出ないからっつって、うん、どこが疲れてるってことですか。まあ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 。だこの後、この後ね、リプリーがアッシュになんかやられるシーンがあるんですよ、うん、そこもね、いろんなメタファーっていうのがね、後でいろいろ聞く。後でまたその時に言いますか、ね。平凡パンチが出てくるところでしょ。そうそうそう、平凡パンチのところです。平凡パンチね。まあだけど、あとあれっすよね、音楽ですよね。音楽すごいね。例えばさっき、うん、そのさっきの見せ場、うん、音楽なかったですもんね。ないですね。無音でしたね。ドジャーンって言わない。言わないです、うん、2はめちゃくちゃ言うんですけど、うん、はい、やっぱキャメロンはね、ジェームズ・ホーナー連れてきますから、うん、すんごい音楽ジャガジャジャンってなるんですけど、そうそう、うん、ギーガーが関わったから性のメタファーな要素が増えたんですかね。まあ、それはそうだと思いますね、うん、ただまあその元からの設定に常にその要素がいっぱいあったと思うんですけど、うん、はい、これなんでこれうち全然音出てないんだろう。ミュート押しちゃったかな、間違えて。エイリアン1に関してはサントラの印象があんまないんですよね。だからね、そういう映画じゃないからっていうのは、いわゆるリプリーのテーマっていうやつ、ね、でもまあすごい結構サントラ俺印象残ってるけど、うん、だから派手にならないじゃないですか、はいはい、うん、なんか音がしなくなっちゃった。本編ですか。いやいや、うちのこの機材の問題なんで。ああ、ちょっと一回つけて付け直してやってみよう。あ、そっか、この当時はサントラをあれか、レコードで出てるんだ。そうだ、そうです、ね、そうですね、レコードですね。そうそう、っていうかレコードしかない、レコードとカセットしかない、うん、なかったですよね、うん、エイリアンのテーマっていうのは確かに映画音楽の割とこうよく映画音楽全集とかにはよく載ってた気がする、うん、当時、ね、載ってましたね、音も出るようになって、うん、今何秒目ぐらいですか。ちょっと落ち着いてもらっていいですか。今ね、何分ぐらい。
1分1時間1時間1時間ちょうど1時間1分ぐらいか、そんなにぐらい、うん、1時間1分30秒ぐらい、1時間1分あそこそこ30ぐらい、はい、1時間1分30、あ竹内くんカウントしてくれる、よかったら裏で、わかんない、1時間1時間1分48、あ、ありがとうございます、ちょっと待って、こんぐらいかな、うん、うん、OK、いけたと思う、今、あのリプリーが懐中電灯持ってそうです、そうです、やってるね、そうです、そうです、はい、はい、わかりました、すみません、ありがとうございます。ノストロモ号は広いですよ、結構すごい広いですよ、これ、めちゃくちゃ広い、すごい広いです、うんうん、ほとんどカーゴなわけですよね、うん、あのその後ろ引っ張ってるやつはね、うん、引っ張ってるとか、そのなんていうの、要は石油コンビナートみたいなものに、はいはい、うん、並行してるんだね、そうそう、ガリガリキャップのおっさんはもしかして吐きだめの悪魔で膨らんで爆発する人っていう、違います違いますよね、かわいそうなジョンジーが、うん、あー本当だ、これジョン今あれでしょ、実際はジョーンズの前に、うん、なんかジャーマンシェパードかなんか、うん、待機させておいて、なるほど、で、なんか、ね、あ、それで逃げ出したの、そうそう、で、ね、間になんか幕かなんかカーテンかなんかあって、それビャッと取ったら、あれバッと開けたんだ、そう、なるほど、でジョーンズがびっくりして逃げたんだっていうね、すごいねどうなんだっていう、いろいろみんな大好き猫ちゃんなんだな、かわいそうなジョンジー、ジョンジー猫ちゃん、あこの辺とかもね、本当になんていうんですかね、まあ僕 の, あの自分の YouTube 動画でも言いましたけど、うん、これ本当にあの照明、そうね、もうね、この影の感じも完全ゴシックホラーですね、うん、いやー素晴らしいですよね、うん、いやこれだってもうドラキュラ城の中みたいな感じだからね、そう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 、本当にだ宇宙 SF じゃない、全然ないっすよね、なんか、うん、だからエイリアンシリーズはね、こいつもよくホークとかと話してますけど、うん、あの何百年はスパンがあるじゃない、はい、宇宙船に電気をつけるってことを誰もその間思いつかなかったっていうのはすごいと思うわけまあね、うん、ただまあ、まあね、電力も限られてるでしょうから。そう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 。はい。まあ、仕方ない。こんなことも何度もあるともあんまりみんな思わないか。ないかったよね。いやでも本当にね、この、うん、まあちょっと表現主義的と言ってもいいぐらいのね。ね。感じの。いやーかっこいいな、うん。あとね、この宇宙船の中でね、このポタ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 水が垂れてるとかね。はい。いうのはもう本当にすごいと思った最初見た時、うん、そんな設定ってできるんだと思って、ね、うん、でだからこの後ほら入っていくヘルレーザーみたいな部屋あんじゃん、はいはいはい、あそことかはだってさ常に雨が降ってるわけでしょ、うん、すごいよね、あ出た、これこうやって脱皮して大きくなるんですね、うん、インスタントマジ最高だな、何に出ても最高ですけどね、うん、この人、うん、あでもこうやって見るとこういうところとかもね本当にもうなんつうの、未来なだけで全然古城ですよね、はい、すげえ美術だよな、うん、これいやすごいですね本当、ね、なんかこういう感じをだから、なんつったらいいの、だから、その、あ、ここね、素晴らしいですね、これね。うん、水がね、降り注いでてね、ね、この作業用の、いっぱい垂れててっていう。いや、ほんといいと思う。うん、あと、このエイリアンの造形が、それこそバイオメカノイドで、はい、要はこういう、その、なんつうの、なんつったらいいんですかね、こう、
金属のパイプ、こう根がついてる、そうそう、ダクトとかね、ダクトとかにね、うん、そっくりな部分がいっぱいあるっていう部分をこれ最大限に利用してて、うん、そこもすごいんですよね。最後とかもそうですね、まさにね、はい、うん、いやだからまあこういうとこ見ても本当になんていうの、そのなんか宇宙船だけど本当に作業場だし、はい、仕事場で、うん、で工場みたいなところがあってっていう、でだからどれぐらいのテクノロジーなのかもちょっと想像つかないぐらいの、ね、まあだからでそれがもう完全に日常なわけでしょ、うん、そのなんていうの本当にそのあ未来だなって思うのこういうとこですよね。そういうことですよ。リドスコは雨のシーン好きなんですか？うん、リドスコは雨とかね、あの雨とスモークが大好きですね。大好きですね。いやそれはあのなんでかっていうと、まあ、雨とか霧とか好きなんですけど、それはあの絵のその被写体と、うん、カメラの間に別のレイヤーができるからです。なるほど。でそれができることで絵に深みが増すし、面白い絵になるしっていうことを考える。光がね、あらら。そうそう、光がね、あ来た、うん、おろろ。あ来た。いやーすごいな、すごいな。素晴らしいですね。このね、うん、美しいドームを取っ払った張本人誰ですか？いやー、すごい、キャメロンです。なんで取っちゃったんだよ、あれ。本当、本当。本当、いい感じしようと思った。うん、うわ、最高ですね。かっこいい、うん、まあ、素晴らしいですね。このジョーンズがね、ここでおとなしく見てるのもちょっと怖くていいですよね。うん、素晴らしいですね。いやいいっすね、こう映さない、映さないって素晴らしいですね。ね、あの人はだって飲み屋でスカウトしたんだよね。そうそうそう、言ってた言ってた。スタジオの近くのすっごいでっかい細い人がいたでしょ、うん、すごいあのブラジルパテ嬢でしょ、うん、そうそう、アフリカ、あの人本当すごい、ね、ナイジェリアの人ですよね、うん、黒人さんですよ、ね、アフリカ系とかアフリカの人か、すごい体型ですよね、うん、本当にね手足が長くて、うん、たまたま見つけたって言ってましたもんね。ね、で本当にだけど本当そのギーガの元の一番最初のねネクロムコにあるあのこうぐるっと丸くなってる、はい、そっくりだもんね体型が、うん、本当そっくり、それができる人がいるんだっていう、うん、いやペギラドンさん言ってますけど、もう映さないっていう素晴らしさですよ本当に。そういうことそういうこと、うん、そうだからそのエイリアンシリーズは実はこれ以降要はプロメテウスまでで CG でできるようになるまで、うん、結局中に入ってる人の体型が異なるせいで、うん、あのちょっとなんていうのここまでの優美さが出せないっていうことなんですよ。そうですね。ズームが俺ずれちゃった、うん、口と顔とこれなんでだろう。ちょっと一回落としてもう一回入ってもいいですか。はーい。まあいいですよ。あれ止まっちゃった、うん、あ大丈夫かなこれ。ちょっと待って。大丈夫大丈夫です、大丈夫ですよ。Wi-Fi、そうそう、ボラジバデジョ、こっちが全然割と早めになくなっちゃったんですよね、その後ね。あ、そうなんですね。うん、あ、吉木さん落ちるかな。あ、なんかうちのコンピューターがやばいな、うん、ちょっと落ちそう。まあその時はその時で大丈夫です。はい、はい、すみません、ちょっと落ちますね。92年に亡くなっちゃったんだ、39歳。あ、なんかやばいですね。一旦止めてもいいですよ。待ってください。うん、あのいや止めないけどちょっと待って。大丈夫ですか。あ、バッテリーがすごいない、パソコンの。なんで抜けてるんじゃないですかバッテリーがやばい。いや、あのね、YouTube に今コメント来ててね、あの、うん、YouTube の、 あの検閲に引っかかって、あの見えてないと思うんですけど、うん、エイリアンの口から白い液体が出るっていうところもエロいっていうのはね、確かにそうなんですよね。うんうん、まあ、エイリアンの汁っ気ですよね。汁っ気ですよね、うん。ホークさんはどのエイリアンが一番好きですか？うん、まあ、だけどそりゃ、元祖でしょう。ああ、やっぱ1ですよね。これなんでこっちがちゃんと出ないの？ちょっと待って。あとはなぁ、エイリアン3とかよく頑張ってた気はするけどね、うん、でも若い頃は2好きでしたよ、すごく、うん、
いや、2は、まあ、エイリアン2はエイリアンじゃないとして、シリーズから外してみればいいんですよ。うん、はい。あ、治ったかな？あ、治った。治った。危ない危ない。あ、これね、バッテリーでした。すいません。よかったよかった。うん、バッテリーがやばかった。今 2% かな。まあ、あれですよね。ギガ的なビジョンには、エイリアン3の造形の方が近いって言いますよね。うんうん、3もやっぱ、僕も後年、そのエイリアンのいろいろこう、うん、まあ、年も取ってっていうところなんですけど、やっぱり3がだいぶ好きになりましたね、本当にね。うん、まあ、3僕大好きなんですよ。うん、大好き。エイリアンの背中の4本の突起。あ、突起ね、うん。あれも大好き。うん、あれをでもエイリアン3でギガが取っちゃいたかったでしょ。なんか、あ、そう。すいません、なんか、あ、ちょっとバタバタして申し訳ないでした。今なんとかなりました。はい。はい。いや、もうここのカットとかもかっこいいじゃないですか。もうね、これ、もうね、何でしょう、この火炎放射器しかないっていうね。うん、ああ。すごい平安京エイリアンという話をしている人がいますが、僕も平安京エイリアンというゲーム大好きで、平安京エイリアンはでも、うん、ちょっとあれに似てるとこあるよね。だからなんだっけ、ロードランナー、なんかあのホルトちょっと後からこうそれが戻ってしまうみたいな。ああ、ゲームのロードランナーですね、昔のファミコンの。はい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 。そんな話はどうでもいいか。ここのこの閉塞感もすごいですよね。でもね、すごい、やっぱでもいい絵を撮るな。そうね、マクレーンが愚痴言うとこに似てますからね、確かに、うん。いや、こういうなんかね、通信機器とかも本当リアルですね。先見の明と言いますか、素晴らしいですよ。やっぱりね、なんかそのなんかこう、全部デザインしないっていう、うん、やっぱりそのあるものを組み合わせたり、うん、なんかっていうことで、まあそれは、まあそのリアリティですよね。だから、エイリアンより前っていうか、前と、あれ、方向が消えた、今度は。どういうことだ。フォークはエイリアン食われました。フォークさんが食べられました。食われてしまいましたね。フォークは食われてしまいました。まあだけどそのデザインしないことの良さっていうのは、つまりその、はい、まあ何かしらその部品でもいいし何でもいいけども、その全部デザインして一から作ると、うん、まあそのことのなんていうの、その素晴らしさみたいなことは僕は全然もちろん評価するし、すごいいいなって思うことはいっぱいあるんだけども、うん、そうするとやっぱりその全部作り物に見えちゃうっていう。そうですね。なかなか難しいですね。ヨロニカカートライトもいいですね。すごいな。もうみんな好きだな、この、ほんと。いやー、いいなミミちゃんに食べられたわけじゃないでしょうね。ミミちゃんかがフェイスハガーに実はちょっと前にね、行かれてたかもしれないですね。で、これ今、同時視聴者はすごい多くないですか？そんなことない。めちゃくちゃ多いっすよ。めちゃくちゃ多い。エイリアン大注目っす、みんな。そんなのに。そんな中、ホークさん落ちるっていう。そんな中、ホークさん落ちる。落ちそうになるという。すいません、低たらくでお送りしております。まあ、だってな、確かにね、エイリアンは本当に。いつ見ても面白いからな。いつ何時見ても間違いなく面白い映画。なんかこう映画のレベルが違うっすよね、この映画。ほんと一個なんか、うん、まあ、リドリーだからね。ほんとリドリー・スコットはかな、そのなんていうのかな、本当に得意な映画監督ですね。だからほんとこの頃とかっていうか、そのブレードランナーの時もレジェンドの時もそうですけど、うん、リドリー・スコット映像すごいけどみたいな、うん、ディスられ方してたこと少しあって、うん、若い時とか初期は特にあって、うん、だからその絵だけの人みたいなこと言われてたんですけど、全然そんなことないですよね。いや、全然ですね。映画力めちゃくちゃ高いですよね。あー本当どうすればいいんだこれ。うわやめて。あー、もう超びっくりした。超怖い。これトラウマでしたよ、当時。怖いですよね。バーっていうのね。一番怖い出方をしてくるっていうね。怖っ。そしてこのヤフェット骨董力。いや、だからさっき本当吉さんも言っておっしゃってました、そのビジュアルが先行するから、そのなんかくだらないみたいなことを言われるっていうのは、
本当に。あ、ホークさん戻ってくる。はい。ホークは戻ってきます。お、はい、あれなんだこれ。なんだよこれ。何が映ってんですか。何が映ってんのこれ。銃？え、あれなんだ。フローリング映ってますよ。はい。ベロニカ・カトライト素晴らしいですね。本当にそういう人しか見えないもんな。あれ、ミムちゃんだ。あ、いいか。はい、あの、ごゆっくりやってください。平凡パンチはまだですね。はい、平凡パンチはまだです。まず上から読んで。あ、なんか声がすごいこもってますよ。まあ、大丈夫でしょうか。ネットが落ちててね。こういうところもね、だから本当なんか、なんかただこう、なんていうの、その、だから、役者のケミカルもすごいいいし、これ。うん、そのなんていうの、話してるシーンとかのテンションっていうか、その緊張感がね、高いですよね。うん、それはやっぱりいい映画だってことだと思いますけど。まだヤフェット・コット生きてます。まだヤフェット・コットは生きてる。生きてます。ヤフェット・コットとあれですよね。リドスコはヤフェット・コットに、シガニー・ウィーバーに感じ悪くしとけお前って言ったんですよ、ずっとね。ああ、なるほど、なるほど。うん。そのテンションを出すためにね。そう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 。あとで謝ってましたけど。そこは優しいですね。うん。了解な。つながったかな。ほうか何？これ声だけで来るってこと？いや、今ちょっとネットを回復中なんですよ。ああ、はいはいはい。ネットを回復中なのね。なるほど。うん、すごい、いろんな、やっぱりエイリアンをやるといろいろ怖いこと。いろいろ起きますね。そうなんですよ。こんなのあんまりなかったけどね。さあ、平凡パンチ来ますか？平凡パンチが来ます、ね。ああ、しまった。戦車は当時から有名だったんでしょうか？いや、そんなこと、まあ、イアン・ホルム。イアン・ホルムと、まあ、トム・スケリットは、まあまあ。トム・スケリット、それからヤフェット・コットとかはもう有名ですね、うん、全然、うん。ベロニカ・カートライトは、この人、宇宙家族ロビンソン出てますから、子役時代から有名な人ですね。うん、だから、で、まあ、ハリディン・スタントも、まあ、ちゃんと名前があるしで、やっぱりだから、リプリー以外は、基本的にはみんな、そのなんていうの、全然ポットでではないですね。そうですね。だからこそリプリーが最後まで残るってとこが意外だったっていうのはあるでしょうけどね。そう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 。うん、そうね、次は俺に悪いことが起きるかもしれないね、確かに。放送前に竹内に起きて、吉木さんに起きて。あ、そうだよね、確かに。フォークさんに来たら次は俺。エイリアンの呪いが。そんなことあるか。うん、これも本当エスパーマシンそっくりですね、この字の出方もね。いやー、素敵なフォントですよこれ。またやっぱリドスコット素晴らしいですね、センスが。まあ絵もうまいしね。いやー、うまい。本当ビジュアルセンスというのは本当リドスコやっぱすごいですよ。そう、フォントめっちゃ綺麗でしょ。わかる、すっごいわかる。いやー、素晴らしいですね。野村さん。はい。はい。こっち戻った。ミーティングの参加を許可してくる。ああ、はい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 。あ、ここもすごい恐怖。あ、これすごいいいですね。そのね、リプリーがね、首を背け、こう、背けたときに、後ろに足がいるっていう、まあ、まさにホラー演出のお手本ですね。ホークのところから、僕の声がハウって戻ってきてます。うん、こっち出ちゃうよ、もう一個、そうです。これで OK です。そうすれば大丈夫。そうすれば大丈夫。これで良いか。はい、OK です。で、何分じゃ今、まあ、1時間20分33、34、35、36。20分30、40ぐらいですね、今ね。もうちょっと数えててください。1時間20、45、少し早いかな、俺は。わかんないですけどね。まあ、大体許容範囲でしょう。50、51、52、53。来たね。55。この目だけ動かす芝居も最高だな、ほんと。58、59、21分、23、4、5。こんなもんかな？今、アッシュ
アッシュと対峙するところです。アッシュに白い汗が垂れました今。鼻血出てます？リブリー。はい、出てます。あ、そこです、そこです。あ、白い、あ、汁が垂れた。はい、うん、はい、はい、はい。今、はい、はい。はい、今、リブリーの髪の毛を掴んだ。はい、はい、はい。いやー、ここね、雑誌、頭、口に突っ込むのはなんでだろうと思ったんですよ、当時。ね、水の緑みたいなのがね、リドスコの思いつきで置いた話ですよね。はいはい、ここ怖いっすよね。でね、ほんとね、でもこういう水の緑とかも リドスコ自身もね、別に意味なんかないんだって言ってるけど、うんうん、あの別にそうじゃな、何かしらそういうのがあったらちょっと良さそうみたいなことで、うん、あの監督っていうのはいろいろやりますから、あ、ここもね、はい。その目玉焼きの写真はいらないだろうと思うんだけど、貼らなくていいでしょ、目玉焼きの写真。あ、でも、本当の食べ物が恋しいんだから。そうよ、そうそうそう。そういうことですね。そういうことですね。うん、あれ、何でしたっけ、あの女優さんの名前ね、何でしたっけね。あ、名前忘れちゃった。平凡パンチ、平凡パンチの表紙の人。お金がないから。なんだっけな。ね、平凡パンチね。そうだよ、なんか質が上がってるからちゃんと見えんだよな、もう。見えちゃうんですよね。見えちゃいますね、本当に。ここでね。これもね、まあ非常にその、まあ本当にもちろんセクシャルだし、バイオレンス、はい、非常にあのうまいことやってると思う、いろいろ考えてる。ね。この雑誌が平凡パンチなんですよね。はい。うん、湯谷なんで、日本の雑誌があるだろうっていうところでね。あるだろうという。日本の雑誌をここで登場というところでございます。そうだから、そのさっき最初にも言いましたけど、ウェイランドの元の名前になったレイランドっていうのはイギリスの車の会社ですけども。あ、そうそう、木内みどりさんね。そうそうそう。木内みどりか。うん、そうそうそう。あのイギリスがその時経済的に非常にこの時はあの悪い状態があって、うんうんうん、未来になったら持ち直して日本の大企業、当時ブイブイしてた日本の大企業と提携するまでになってるはず。おっと、はい、やば、助けて助けて、なんじゃこりゃこの効果音ね、ほんとそう、うん、あー恐ろしいですね。恐ろしい、恐ろしいな、これ素晴らしい、ショッキング度が高い、うん、うん、もう衝撃。まあこのシリーズ伝統の悪いアンドロイドになるかと思ったら、このあとだって悪いアンドロイドはやっぱりプロメテウスまで待たなきゃいけない。待たなきゃいけないですから。そうですね。そうですね。あとは裏切られ続けた。みんないいやつじゃねえか。みんないいやつだった。みんないいやつだね。ね。いや最高だなこれ。本当に素晴らしいと思う。いやこりゃビビりますよね、初見は。マジでビビりましたもん。ね、なんじゃこりゃって。あ、でも今思ったけどさ、はい、これさ、あのバタリアンのハーゲンタフと一緒だよね。ハーゲンタフと動きは一緒ですよ、やっぱり。首が取られても襲ってくるって、だからそうそう、ダン・オバロンがそれ好きなんだよ。好きなんです。なるほど。ね、そういうことか。うん。首が切れたのを襲ってくるのが好きなんだな。なるほど。そう、ロボットって表現だったよこの時は本当。ね。うん。ここもすごい覚えてるな、びっくりしたもんな当時。このなんかあのこの液体が通りそうなチューブと、このなんか電気の火花とのね、このなんか、うん、あのあとまあこの光ファイバーで、そのすごくなんていうの、対立するようなものが一緒になってるテクノロジーがすごい面白いですよね。ね、うん、うまいことやってるな。あとこの汁ね。汁ね。出る汁の色は白いのが一番やばいっていうのは、うん、やばい、あのエイリアンと白の腹と見るとよくわかる。はいはいはい。いやーほんとこの造形はもうなんじゃこりゃですね。すごい映画だな、うん、もうだって最初からあのなんじゃこりゃみたいなものがここまでで今までいくつあったかそうそうなんですよね。すごいですよね。なんじゃこれ映画ですね。あ、そう、木内みどりさんじゃない、すみません。はい。そうそう、木内みどりさんはね。違いましたね。木内さんです。女優さんですね。うん、木内みどりさんは竹中直人と結婚してるじゃなかったかな。ああ、そうなんですね。うん。いや、だから、このヤンホルムの、はい、そのアンドロイドがあまりにも怖くて強烈だったから、ずっと僕らはリプリーと一緒でアンドロイドイコール悪いやつかもしんない。そういうことですよね。そういうこと、ずっと引きずるわけですもんね、これから先。
まあ、シリーズその後に関してはちゃんと、まあ、アッシュの次がビショップ、その次がコールっていう ABC と来たのは僕は偉いなと思ったし、はいはいはい、いや本当美しいですねあれは、はい、でその後前日誕プレメテウスでデイビッドでデーっていうのが、はい、ね確かにね、はい、ちゃんと戻るんだへえと思って、うん、でその後どうでもよくなってリードスコアウォルターって名前にしちゃったどうでもよくなったんだそうそうそう、どうでもよくなったもういいやっつってね、うんうん、いやあ、いいですね。すごいわ。素晴らしい。もうだってここで、この時点で入場料の5倍分ぐらい戻ってる。いやあ、すごいですよ。うん、そこいつがすごすぎて、ビショップ意外だったでしょ。そうなんですよ。だから、みんな彼に引っ張られたんですよね。うん。足恐ろしいですからね。いやあ、すごい。だってアッシュって名前で印象が悪くなるぐらいですよ、うん、ほとんど。いやもう散々見たんですけどねこの映画、まあ、スターウォーズもそうなんですけど、なんでなんかこの散々見た映画がまだこんなに面白いのか。いやだからそれは面白い映画だからですね。いや素晴らしいです、うん、なんかこのシリコンのねあの内側の皮膚みたいなのがあるのも面白い、うん、本当だ。10分かちょっと一緒にトイレ行ってきます。どうぞ。もう3人ですよあんなにいたのに、ね、あんなにいたのにね。いやこれ映画館で最初見たら怖かったと思いますよ。そんなもうね、これリアルタイムで20歳ぐらいで見たらすごかったでしょうねこれね。ですよねこれは。そうね、ランス・ヘンリクセンが悪人顔っていうのは一個あると思います、はい、まあね、悪いやつに決まってると思いますからね。うん。ナトル東京で見た最後の映画。そうなんだ。はい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 、そう、エイリアンさん本人はね、あんま出てこないんですよ、この映画は。うん。そうですね。ほんと、ちょっとずつしか出てこないんですよ。すごい短いですよね。うん、で、まあ、リドリー・スコットがね、映したくないっていうのが、うん、今日、やっぱあったみたいですね。だから、映画だけ見ると全体像が全然わかんないようになってるんですよね。なんだけど、あれだったんですよね。映画の公開とほぼほぼ同時期に、うん、あの、ヘビーメタルからコミックが出て、はい。うん、で、あの、マイティー・ソーとかの漫画描いてた、ウォルター・サイモンソンっていう人が、作画してたんだけど、うん、それは結構映画そのままのお話を、グラフィックノベルでやっちゃって、なるほど。表紙にデカデカエイリアンのかっこいい絵がドバーンって描いてあって、それをね、あの、世界中のファンが目にしてしまったという。ああ、これエイリアン全体像はあれだな、MPC のプラモ。ああ、はいはいはい。あれが割と決め打ちででしたよね。あの、うん、ポストホビーとかで売ってたやつね。そう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 、買いました、うん、買って作った、買った買った。パーツの愛が悪いんですよね。あ、そう、あれパーツの愛がね難しいお湯につけてね、そう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 、そうやんないと難しい。俺もでもエイリアンのフィギュア買いましたね昔。こんぐらいのやつ買いました。まあ買いますよ。数年前に出たエイリアンのフィギュアで日本の人が作ったものすごくいいやつ、そうそう、こんぐらいのやつ買ったんだけど、誰かにあげちゃって、うん、さっきあのここに置いといたらかっこいいと思ったんだけど、あのな見つからなかったし、別にない。いやどっかにもあるんだけどな。あのいろんなところに3つ点がこう打ってあるのがちゃんと再現してあるやつ。はいはいはい。まあ最初のエイリアンのスーツの再現とか検証する人っていうのもちょっとやっぱりどうかしてる世界だよね。あ、まあ、あのその本当にマニアの世界なんでね、うん、でもちゃんと僕あのここが透明の半透明のカバーになったやつ買いましたもんって。そうじゃないと、うん、
だってあの側頭部を走ってるあのパイプがだからあのあれでしょ、灯油のチュルチュル、はい、そう灯油のね、そうそう、うん、あのドクター中松が発明したと言い張ってるやつ、答えてる、醤油チュルチュルってあれのなんか型番とかまで突き止めてる方とか言いますから、あ、そうそう、分かってんだよね、じゃジャスって入ってるんでしょ、確かね、そうそうそう、あ、ジスだジスだ、でもほらそういうの突き止め系は本当やばいからね、やばいやばい、スターウォーズとかだってあのスターデストライのどこに何のプラモの、うん、どの部品割れてるか、あ、でもそれで言うと、あの、だからリドスコ系で言うと、だからあの、なんだっけ、あの、ブリンプっていうね、あの、ブレードランナーに出てくる宇宙船に、ベタベタ貼ってある、はい、あれは週刊情勢なのかな、はい、の、何号のどの記事のどこだっていうのが大体分かってるんですよね。すごい人たちがいますよね。人たちがいます。はい。検証する人たちが、ほんとすごい。特定班すごいっすね、やっぱ。特定班すごい。そうそう、頭部分の下に人間の頭蓋骨あるんだけど、それがだからなんだっけ、そこがその硬いのが入ってるヘッドと、はい、そこがあのゴムで抜いたやつでちょっとよあの形が歪んでるヘッドとあって、その違いがみたいなことをそういう前夜の人たちは話したりしてますね。そうそう、そうね、ブレードランナーの新聞再現した人いましたね、いましたね、うん、あ、やばい、ネクロノミカンではだからあれですよね、エイリアン目があったんですよね。その 目があって、ね、はい、目は取ったんですよね。でもそこもギーガーがあの目は見せない方がって言ったっていう話ですよね、うん。自分でそうデザインしといて。うんうん、まあネクロノミカンの時はそういうものだと思って考えてないからね、うんうんうん。宇宙生物のつもりじゃなかったから。ね。エイリアンヘッドの DVD ケースありましたね。はい、あったわ。ありました。もうプレデターヘッドは持ってます。はい、あの頃のね、うん、20世紀フォックスホームエンターテインメントのどうかしてる感じ、ね。出た、かっこいい。あ、で出てきちゃった。かっこいい。ああ、逃げて、逃げて。うわあ、ああ、ああ、これね、うんうん、ああ、いやー、美しい、素晴らしい造形ですよね、本当に。歯がシルバーなのがいいんだよね。ねえ、うん、最高。うん。218cmですよ。うん。今の下からこの尻尾がっていうのはあのエイリアンコベナントでもう一回やってて、ああ、やったね、リドスコ元気だなって思いましたね。タワーのとこでね、ああいうことをやられると嬉しいですよね、うん、本当に、うん、健在だなっていう、健在だなっていうね、ちゃんと分かってやってんだなっていう、嬉しいですよね、うん、映像で液体が怖いと思ったのはこれが初めて。わかる。いいこと言いますね。ああ、まあ確かにね。うん。うわ、これが怖いよね、この死んでる感じがね。うん。うん、あ、怖い。ゾッとする感覚があると思う。ゾッとする、素晴らしい。ね、ほんと良かったですね、リドリーはね。この後ほんと偉くなっちゃって、ハリウッドで一番最初に脚本が回ってくる監督になりましたからね。良、はい、かったですよ。はい、このクソめんどくさいマシンが来ました。出ました、吉木さんの言ってた。大好きなクソめんどくさい。お袋さんが。なんかね、バイオハザードのゲームとかでもね、こういうね、めんどくさい脱出装置があったんですよ、昔。うん、あったな、あった、あった。めんどくさい。開いて、で、こっからさらにめんどくさいですから、これ。うん。面白い字幕これ書いてあるの、素晴らしい。噂のお袋さんでございます。はい、もうこれね、これ超かっこいいよね。いや、もうめんどくさ。これのね、リアリティが素晴らしいと思う。しかもちゃんとね、全部横にこの引き出すやつが置いてあって回さなきゃいけないっていうこの、そうそう、このめんどくささ、めんどくさい、まあ。そう簡単にね、うん。そう簡単に自爆されちゃ困るんで。困るんでね。そうそう、でちゃんとこの核兵器をちゃんと踏襲してる感じとかいいですよね、ちゃんとね。めんどくさくできてるから。
さあ、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 頑張れ。そう、孔明さんね、もうバイオのスタッフはね、エイリアン好きすぎるんですよ。もうあの、うん、至る所にエイリアンオマージュがありますから、バイオハザードは。あ、字幕装置だから安易に使える仕組みじゃダメだからこうしたって言ってたんで、まあ、そういうことですね。そういうことですね。理にかなってると思いますね。うん、途中でまあいいかっていう。あ、でもこのね、宇宙船に自爆装置が、自爆とか宇宙船が自爆、勝手に自爆することを決めてみたいなのも、うん、あのダークスターがそもそもそうですから、これもダンオーバーの、はい、の趣味ですよね。うん、だからバタリアンとダークスターとミス、うん、あのやっぱり直でつながってるダンオーバーの映画だってことがよくわかると。そういうきっとね、フェティッシュがあるんですよね。あるんだと思いますね。ね、僕はあの人が燃えるっていうのがフェティッシュがあるっぽくて。うん。うん、この間も。燃えたな、うん。そうそう。あるらしくてじゃねえよっていうね、自分で。わかるわかる。SF 映画の機械の女性アナウンス好き。わかるわかる。やっぱ、うん、女性の声にしたくなるよね。ですよね。ちょ、もうこれ本当に憎たらしいんだな。落ち着いているのお前はみたいな、うん、俺だから2のあのあと5分でできるだけ遠くまで逃げてくださいみたいなやつあれ大好きですよね、うん、あ無茶言うなみたいな、うんうん、あここのねこのねストロボ演出も最高ですね、いやーかっこいい、いやーかっこいいな、いや音楽もいいな、そうなんですよ、だからようやく鳴らすじゃないですか、鳴らすんですよ、いやこのねやっぱりあの本当にエイリアンのいいところは何といっても絶対話が通じなさそうなところがいいですよね、そうですね、交渉とかそういうことじゃないですもん、ね、何も無理だから、うん、何も無理、しかもあの全然可愛くないっていうね、うん、もう、そうそう、もう絶対無理じゃんっていう、うん、ちょおまっていうね、もう全然無理ですよね、うん、見た目でそれが完全に分かるって、うん、素晴らしいと思うんですね、うん、何がしたいんだかも分かんないし、はい、ノストロモゴはでかいな、でかい、うん、いやーほんとやっぱいろんなもう後世に影響与えすぎですねこの映画、ね、確かにね、こうしてこうしてこうしてでしょ、すごいもう押してもダメなんだよこれ同じ面白いこの装置これをこうしてでこれをこうやってもう泣きそうだよリプリー、いやーすごい大変、泣いちゃうな、もう地上波では難しいのかな、点滅があるから、いやなんかダメでした、ブーとか言われたできませんダメでした、ブーじゃねえんだよ俺はこんな頑張ったのに、こんな頑張ったのにはいダメ、ブーとか言ってもうムカつくこれ本当すごいショックでしたよ俺、ダメダメみたいな、ダメっていうね、ダメじゃないそれはこうもなるわ、いいですねこうやって切れる、うんうん、この大げさな装置あんだけ頑張ったのにそもそもそのゆっくりしか行かないようにできてるくせに間に合えなかったじゃねえよっていう ね融通が効かない、やっぱね、まあ、機械っていうのは融通が効かないところが恐ろしいんで、うん、それはだからその一度動き出した機械が止まらない恐怖っていうのはあの実はあのホラー映画の基本の一つだ、今最高だなこれいい映画だな、やっぱ北斎ですね本当、エイリアン2ってこうやって見るとちゃんと踏襲してますね本当ね、一応してるんですよ、ね、素晴らしくしてる、最後の火炎放射器なんかも、こういうのはねあの今もそうなんですけど、あの早いこういうフラッシュっていうか、うん、ストロボライト、あのカメラと連動する機械がないと撮れないんですよね、うん、あのなんでかっていうとコマとコマの間に挟まって変になっちゃうから、うん、ああなるほどなるほど、そうそうそう、だからあのこれ連動するための仕掛けがあって、でもこれここはね多分連動してるな、してますね、しててもちょっとずれるときはたまにで半分ぐらいしか映らなくなったんですよね、うん、その光が、いや点滅してますね、すごいっすねこれ、体感これもう超映像的に気持ちいい、かっこいい、
後ろのまた模様がいいじゃないですか。ね、今全然関係ないけど、あの BS わかんないです。地上波もそうなのかもしれないですけど、とかでもなんか映画やるときにこう点滅の多いシーンになると、うん、なんか変に薄い、そうそう、あの明るさ上げますからね。明るさ上げるでなんか平板にするのあるじゃないですか。うん、あれってさ、そんなことしていいの？いやだ、本当はダメでしょ。だってダメですよね。うん、だって普通だからそんな権利ないと思うんだけど。ないですよ。だって作り手がそう思ってないやつですから。うん、いやねえ、だから、うん、本当良くないと思いますね、あれね。すごい映画だな、やっぱり。すごい映画ですよ。うん、そう、また劇版がないんですよ、ここ。本当にそうなんですよ。うん、ここないんです。効果音しかないの。うん。まあな、今のもだってさ、これだって今、うちで本当に火ボーボー出してさ。いや、本当に出してますからね、あれ。作ってるわけですからね。勝手に決めんなよって、まあ、自分で。何が1分だよ、この野郎。ね、1分だもん。無理に決まってんだろ。決まったのよ。いや、いい映画だな。いや、もう全カット素晴らしい、かっこいい。そうそう、うん、ね、このナルキス、あ、このパージっていうのもね、ブレードランで出ますね。はい、同じモニターが 今皆さん見つけました？一瞬エイリアン映ったんですよ。うん、あ、そう映ってたね。一瞬映るんですよ。実はあのパージが出てくる前までにワンカットだけで映ってる。あ、これもいいよね。めちゃんこ遠くまで行かないと相当危ないですからね。危ないですからね。あ、うん、これはでも俺あの SF 映画史上の中でも特にいい宇宙空間の爆発だと思ってます。うん、そうですね。こういう風に見えるんじゃないのかなと思って、うん、そんな気がする。うん、これはあんまし見たことがなかったよ、ね、ないですね、うん、空気中の爆発みたいなのね。だからその一緒にある宇宙船の中の大気を放出されるから空気が放出されるから、それでそんな感じになるっていう理屈もなんとなくあるんだけど、うん、これは本当に宇宙だったらこうなんじゃないのみたいな感じがすごい、ね、このね、青いのがピーって広がって上にオレンジのがピューっていく、なんかそんな気しますもんね。いや、もう普通ここで終わりですよ、うん、うわ、うわ、あ、こグラディウスみたい。もう大丈夫でしょ。もう大丈夫でしょ。もう大丈夫でしょ。もう終わりましたよ。うん、いやー、よかった。もうあれエンドロール出るんじゃないですか。うん、もうリプリ助かりましたから。助かったよ。よかったよかった、本当に。ね、一人だけ、本当、頑張った。やっつけた。まあ、音は聞こえないでしょうね。真空ですからね。うん、それは確かにそうです。うん、いや、終わりましたよ、皆さん。いやいや、お疲れ様でした。ね、大変でしたね。いや、いい映画でした。やっぱすごいですね、エイリアンは。ケインも元気になってよかった。いや、よかったよかった。いや、まあね、たった一人しか残れなかったですけど、もう大丈夫ですよ、キムさん。もう大丈夫だね。はい、ああ、もう大丈夫です。もうこんなこと。いろいろありましたが、うん、ね。ああ、よかったよかった。一度聞かないコンピューターとかの。ね、本当、あの、わけわかんない脱出装置とかね、本当に。はい、猫も来たしね。猫も、いや、助かった。俺その最初の方で言ったんですけど、あの誰かコメントでも書いてくれたんですけど、その僕がその同級生で、うん、あのエイリアンに連れてもらったラッキーな同級生は、絶対猫の中にエイリアンが。うん、結構ファンダムでもすごいあった話なんですよね。うん、優秀ですね、それは。そこなんだっけ、エンドロールにそんなセリフを入れる入れないっていう話があったのは、うん、それは都市伝説なのかな、なんか。うん、いや、もう終わりですよ、うん、この映画。もう終わりです。いや、もう猫のね、ちゃんと助かるカットも何回かちゃんと入れてましたから、素晴らしいです。あ、面白かった。うん、もうすぐね、エンドクレジットですから。エンドクレジット始まりますからね。はい、いや、よかったよかった。あ、帰って寝よう。はい、ね、
僕が一番最初に見たエロいシーンがこれです。はい、ローライズすぎる問題ってなる、はい、ロー、うん、当時もうなんてエロいんだって思って見てました。すごいローライズだ。初エロだった気がする。そうですか。うん、そう？俺僕そうでしたね。ちょっと年齢差があるから。年齢差があるから。ほら、ほらいるよあそこに。うん、どうかな。いるな。いますね。そりゃホークさんあれですよね。これ吹き替えの高田直子さんと共演しましたよ。したよね、一緒にエイリアン見ましたよね。うん。ねいいねうん、とってもいい方でしたねあの方ね。いい方でした。あんな立派な方。出たー。いやー。終わんないんですよ。これもう無理だもんね。もう無理で勝てる要素ないですからね。無理ですよ。もうそろそろいいかな。そう、ね、もうそろそろいいかなと思って出てきましたね、確実に。うわ、嫌な感じ。うわー、すごい。でも大体何がしたいのか全然わかんないし、ね。わかんないですね。うん、横になってるっていうね、予想の上、斜め上から来ましたもんね。ね。疲れて寝てた説っていうのがありますよね。ありますね。ああ。疲れないでしょ完全セーブいやでもなんかこれも後付けなのかあのファンセオリーなのか分かんないですけどそのエイリアンの寿命っていう問題があるとかないとかっていう話はあってあんまり長くないんですよねそうそう、うん、誰がどこの誰が言ったことかは分かりませんが、ねうんまあ、でも長くないっていうなんかだから早く植え付けるのになんなりして、うん、そう説得力はあるんですけどじゃあでも完全生物に程遠いじゃんうん、そうなんですよ。そう考えるとそうなんですよ。やっぱ自分長くないとダメですけどね。ダメこです。すごいなあこりゃ。でもその友達にやっぱ口の中に口があるんだよとか言われて全然意味わかんなかった。口の中に口がある。わかんないですよ。わかんないと。その説明では何もわかんないですね。そうでこっちはほらあの緊急脱出制だから、はい、あのノストロモのメインの方と違くて、ねうん、中腹使ってないから綺麗ね、うんうん、それもすごいいいアイデアだと思うし、うん、これ NASA のお下がりでしたっけなんか言ってましたね確かね何がなこの衣装なんか NASA のお下がり使ってるって話で、ね、どこにもろもろ装飾をねもろもろ装飾が加えてというかっこいいですよね、うんちょっとあのあれだよね、あの体部分のところはなんかのホッケーのキーパーみたいな感じ。うん、ほんとほんと。まあ、これ素晴らしいデザインだと思いますけどね。ボーガンしかないっていうこの感じですね。ねえ。まだいんのかよ、このよくわかんない。そうです、まだいるんですよ。よくわかんないのが嫌だよね、本当にね。あの野生動物とか結構そういう感じだもんね。うん、なんか一箇所にじっとしても退屈してないみたいなさ、うん、気づいてんのか寝てんのかも分かんないみたいなねいやリプリは優秀ですよこれあれかな外でみんな行った時頭のてっぺんにライトがついてたけどあれはそこにアタッチメントでつけるようになったのかな多分だから探検用みたいな、ね、装備ですよねきっとそう面白いなエイリアン。いや、見せますねこの映画。ああ、やめてー。これは何を当ててるんでしょうね。なんだかわからない。ね、なんだかわかんない何かが当たってるんですけど、嫌がってるっていうね。暑いんですよ多分。暑いのか。クリーニング屋の湯気と一緒で。
冷たいのか熱いのか分かんないね。うん。これだけだと。せっかく寝てたのにいいですよ、本当に。このガス噴射はね、何に目的かが分からないんですよ。うん。もうそんなことはいいんですよ。いや最高だな。あーかっこいい。まさにゴシックホラーですね。なんでこんなにかっこいいんでしょう、うん、エイリアン。造形がやっぱ秀逸とかそういうレベルを超えてるんだよな。このカットも大好き。あー出た、かっこいい。行った。唯一前景が映るカット、はいはい、ね、このエンジン噴射で、いやすごいね、素晴らしいですね。この照明と水でこれをね表現したのもすごい、いやー素晴らしいですよね、照明と水。あーそれから最後までいい絵のオンパレードですね。本当ですよ。なんかこの捨てカットのなさですよね。ないっすよ。そらリドリー・スコット売れますよ。売れるわ、それは。うん、ほら売れます。ね。いやすごい。完璧、ほんと。これ一本で終わりでいいんじゃないかな。ね、なんで続き作ったんでしょうね、本当に。見るたびにそれを思うんですよ。これ一本で終わりでいいんじゃないかな、うん。これで終わりでよかったのにな、うん。なんで作っちゃったんだろう。お見事、いや、ほんとお見事ですよ、この映画。うん、見事な映画ですね。素晴らしい。そしてまた続編があることを知ってるから、これのこの後自動的にエイリアン2を再生してしまうんですよ、僕は。本当に良くないと思う。まあね。そして3を見て4も見ちゃうんですよ。まあそういうことやな。2が発表された時の世間の反応ってどうでしたか？ああ、まあめちゃくちゃ当たりましたよね。当たりましたよ。だって、そりゃ特殊部隊とエイリアンが戦うだと面白いっすよ。まあ、だっていやー素晴らしい、うん、だってね、何しろ今度は戦争だって言われて今度は戦争だって言いますからね、あの、うん、親父が。エイリアンを見たあなたへ、プレデター・ザ・プレイを。俺もされちゃった今。いや本当、俺もプレデター・ザ・プレイが来ました。プレデター・プレイ面白かったよ。面白かったけど、エイリアン、そこはエイリアン2ではないんだ。そこはエイリアン2ではないんだっていうね。分かってんのか分かってないのか、いまいち分かんない感じがね。うん、いやいや、よかったね。ちょっとまあ、だからリプリーの柔軟が続きますよ。いやー、こっからリプリーは大変ですよ。このあとだから2000、これ今が2122年ですね。はい、帰ってきました。次が2179年だから、はい。なんつってな。このあと50数年後、60年弱後ぐらいに、まで60年弱後ぐらいですかね。ね。まあ、お休みになられると。いやー。いやまあまあすごい映画なのは知ってますし、何回見たか分かんない映画なんですけど、まずはホークさんどうでしたか、久しぶりにワンを。まあずっと強化しあったというか、僕もほらホークさんとずっとニコ生の時からやってきてですよ、うん、でエイリアン2を高田さんと見るとかね、なんかいろんなこともやってきましたし、うん、なんかこのワンをやっぱ改めて見てどうですか。まあでもこれはこれでやっぱりまあね、あとはもうおまけだよな。いやそうなんです、いや、うん、分かりますよ、半変人の お調子者さんが言ってる2好きです、ごめんなさい、分かる、好きです。いや2好きなのはそれは変わらないですよ、うん、好きは好きです。いや2は全然別にいいんですよ。いや全然いいと思いますよ。いやあの別に全部いいんですよ、3、4、うん、ね、そう、まあ、全部いいんですけど、やっぱりこれがもう例外すぎるよなと思って、うん、でやっぱり格が違いますよね、うん、
これが作られたな。そう。そうっすね。この作品が作られたその時のこととか、うん、ね、時代背景とか、ね、あとはやっぱりまあリドリー・スコットは後から加わったにせよ、うん、その他だからダン・オバノン、ロナルド・シュセットしかり、はいはい、なんていうのかな、凄腕だけが揃っているわけでしょ、はいはいはい、だからそういう意味でスター・ウォーズに近いものがあるんだよね。近いっすよね。レジェンド製造論ですからね。でその時はそこまでのレジェンドになるとはみんなまだ思ってないですからね、まあ、っていうかそうそうなんですよね。だから本当に撮影も編集も何もなんでこのドイツ語のなんかが出てくるの、吹き替えのキャストですよね、これ。吹き替えのキャストですね、うん、まあ、だからなかなかね、ここまでのミラクルはそう何度も起こるないよ。いやー、映画史に残るミラクルですよね、これは本当に。そうね、だから本当にそういう意味でも映画っていうのはいつもそのなんていうの、その時代と無関係ではありえないっていうか、うん、そうですね、本当そうですね。そこの中にの時々でなんか奇跡があるって感じだよね。そういう気がするなね。まああとそうそう、だからほらまた編集が見事でしょ。うん、編集もいいです ね、 見事ですね。これ誰だ編集、あれだ、あ、テリー・ローリングですね。でしたっけ。はい、そうです、そうです。あ、そうですね、はいはいはい。でこのあと、リドスコとレジェンドとかもやってたり、はい、なるほど、はい、そうですね。レジェンド光と闇の伝説やって、はい、ブレードランド、ね、エイリアン3もやったんですね。ゴールデンアイもやってますね、うん、そうなの、へえ、なるほど。そういうね、なんかね、ちょっとね、これはこれでやっぱり唯一無二だよなっていう感じがしました、ね、分かる。あのね、なんかエイリアンシリーズって2見がちなんですよ、うん、僕もそうでした当時、はい、それこそホークさんと会ったばっかりの頃とかっていうのはだから2信者だったですよ、うん、なんか2って面白いじゃないですか、単純にエンターテイメントとして、うん、だからそう SF アクション映画としては素晴らしい、うん、素晴らしい出来だからやっぱ見ちゃうんですけど、やっぱこう年を重ねるにつれてこの映画の完成度っていうのに打ちひしがれると言いますか、うん、まあそういうことですな、うんうん、と思ったな。どうでしたか、吉木さんは。まあそうですね、だからなんていうのかな、このすごく語弊のある言い方をするから、うん、そういう風に受け取ってほしくないっていうか、うん、あれなんですけど、うん、リドリー・スコットとかね、その、うん、まあなんだろう、ジョージ・ルーカスとかっていうのは、はい、やっぱりとかもそうだし、まあ他にもいろいろと思うんですけども、そのなんていうの、やっぱりね、ファンボーイじゃないんですよね。いやそうですね。でなんかすごく面白いことをやろうとしてるんで、だから例えばその後から出てきたキャメロンとか、うん、ピーター・ジャクソンみたいな人は、うん、ピーター・ジャクソン、まあちょっとやっぱりそのファンボーイキスみたいなところがすごく強くある人だし、うん、はい、いいとこでもあるんですけどね。そうそう、それがすごいいいところでもあるわけ、うん、でだからそこを一概にどっちが比べてどっちがいいって話するんじゃないけども、うん、そのできたものを見たときにその、うん、なんて資質の違いみたいなものはすごい分かるなっていう気はする、うんうんっていう感じだし、それとまああとやっぱりこの時リドリー・スコット若くてね、でまあそのカンヌで、まあ、華々しくデュエリストでデビューした、うん、して、はい、まあいろんな仕事が来るようになったとはいえ、まあ初めてのその、メジャーのスタジオでまあそのジャンルとはいえ、まあ、SF、うん、ホラー大作っていうのを任された時に、うん、どうするかってすごい考えたと思うね。で、うん、もともとその映像人ではあったわけでし、CM とかそれ鳴らしてるわけだけども、それをどうやってその自分の持てる力を最大限生かした映画作りをするかっていうことを本当にもうなんていうの、極限まで追求してやった、一世一代の映画だと思いますね、これはね、うん、まあそうだよな、本当にね。だなんか月並みの言い方になるんですけど、本当歴史に残る映画なんですよね、うん、だからこれが、うん、映画史を変えたっていうところもそうなんでしょうけど、うんうん、いやなんかこの後できたね、この後、うん、だからそのジョーズもそうだけど、はい、エイリアンの後どれだけエイリアンっぽい映画ができた、まあそうですよ、すごいものがありますよ、うん、スター・ウォーズもそうですね。いやだから今この時点でも影響を受けてるじゃないですか、うん、この映画に対しては本当に、うん、でそれをドカンとやったっていうのがやっぱりでかいですよね。いやすごいですよ、うん、
って思いますね。うん、視聴者の皆さんはね、みんな どれが好きなんですかね。あの、いや、やっぱり1って特別だっていうのは今ここで僕ら3人はもちろん結論出るんですけど、うんね、視聴者の方々が好きなこのフランチャイズのエリアの中でどれが好きなんだろうっていうのはやっぱりみんな2なの。俺4、あ、ホークさん4、ホークさん4でしょ、ホークさん、あ、僕も3、あ、まあ、いや、1か3か、まあ、3相当好きなんだよね。あー、まあ3かな。やっぱデビッド・フィンチャー最高だったからな。みんなどれが好きなんだろう。ギャラクシー・ウォーテラーももちろん好きですよ、うん、はい。エイリアン4、あ、4は多いですね。うん、あ、4好きなんだ。あ、 4はね、やっぱりね、あのね、なんていうの、ぎょっとする度が高いんで、あれはね、そのすごい、そこの楽しみがいっぱい詰まってて、はい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 、4はやっぱり特に。4ってすげえ人気なんですね。そうなんですよ。ようやくね、時代が追いついた感じですよ。いや、本当、これディズニーさん知らないですよ、うん、絶対。知らない。あ、でも、ここに書いて、今、鶴岡さんという人がね、エンタメなら、キモさなら4って、まあ、それはある。うん、そう、確かに。でね、3はやっぱりクールだと思うんだよね。そう、あ、いや、クールですよ。ほんとクールっていう言葉が一番合いますよね。3最高っすよね。うん。っていうね。いや、だからすごいシリーズですよ。こんなに長いこと続けててばらけてるって。うん、そうそう。うん、で、結局、うん、結局、リドスコ本人が出てきて、はいはい、直しますよなっつって。はいはいはい、はい、俺がなんか、ジェームズ・キャメロンとかいうやつがなんかやったかもしれないけど、これそれ関係ないからねっつってね。ここで一回仕切り直しだ。そうね、やっぱりリドスコブレードランだよね。さっきのね、その、はい、リドスコがファンボーイ気質じゃないっていう、オタク気質じゃないところ、ね、はい、やっぱそこを思い知らされたのが、はい、結局その僕らはどうしたってプロメテウスって作品を初めて見たときに、はい、これがやっぱりどう今さっき見たエイリアン第一作につながるのかっていう、はい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 、そんなつながんねえじゃんっていう。だからそんなことどうでもいいんだよね。そう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 、そうですね、ここはいいですね。そうなんですよ。で、まあそうは言っても俺たちがそれでやっぱいろいろ文句言ったから、はい、言いましたね、はい、じゃあ分かったよっつってエイリアンコベラントにおなじみのこう、はい、ね、はい、このエイリアンクリーチャーを出すけど、はい、本人の興味はもうそこにはないっていう、まっ全くなかったですね。もうファスベンダーにしか興味がな い, っていう、ね。そうですね。はい。ファスベンダーを2人に増やしてうまく動かす。そう。で、ポーなんて吹いちゃったりとかしてね。超面白かった。ファスベンダーとファスベンダーがイチャイチャするシーンありましたからね。そうそうそう。あれ、4は4でやっぱりだからそのなんかすごいその根本に立ち返って、はい、あってさ、本当マジで俺宇宙の果てでですよ。これ何回も言ってるけど、うん、普通のスラッシュ映画じゃないんだからさ、俺ちょっと殺虫してくるわ、殺虫してたらなんか体に入ってきちゃったとかさ、シャワーを浴びてイチャイチャしてたら怪物に殺されるとかさ、うん、すごいだからその地球で起きるホラーを宇宙に置き換えてやるっていうことがまさにエイリアンイズムなわけでしょ、はい、そう思った。だから本当にエイリアンだと思って、で最後もあれはほらその早すぎた埋葬っていう江戸川乱歩の、はいはいはい、焼き直しみたいな終わり方になってて、あ、やっぱりゴシックホラーで終わるんだみたいなね。だからそういうそこの、まあ、リドリー・スコットが何をエイリアンの本質と考えてるかってことは、コベナントを見るとすごいよくわかる。わかりますね。と、うん、いうことありますね。いや、だからそうやって考えて、今、お二人のコメントを聞いてもそうですけど、こんなシリーズないっすよね。はい、本当なかなかないですよね。で、どれもね、それなりに見どころがあって、あれ超ダメじゃんみたいなとかさ、やっぱりまあ、見たら見たらあれだけど、一応忘れたことにしようかみたいなのが、割とないっていうね。ない、ない。ターミネーター大変ですから。ターミネーターはもうちょっとね、僕とホークさんでね、ジェネシスとかやりましたけども、途中から全然違う話してましたし、うん、興味なくす瞬間がありますからね。まあね。まあ、ここにはブラックパンサーもヨシキさんたちとエイリアン見てよかった、ありがとうございます。よかったよかった、ありがとうございます。うん、でブラックパンサーは見れますから、まだしばらくやってます、ね。まあそうよ。う年内見れますから、絶対。大丈夫です。はい、大丈夫です。まあちょっとね、そんなわけでこれちょっと少なくともリプリーが地球に帰るまでぐらいは追いかけてもいいかもしれませんね。我々だからちょっと2は2で俺全然だから、うん、なんていうの、うん、2面白い映画だと思うしね。そう、話か語りがいはいくらでもあるから、ね、僕ね、だこの3人で2を見たいんですよ。うんうん、いいんじゃないですか、うん、ウォーリアーエイリアンが嫌いなだけで嫌いなだけで
わかるわかる。なんだそれはっていうね。不甲斐ないったらないからね。不甲斐ないったらないです。あ、それはいいとし、でもあれはいいところがいっぱいあるし、そうですよ。だからいろんなやっぱ楽しさがいっぱいある、ね、そうそう、やっぱジェームズ・キャメロンの優秀さが出てますからね。優秀優秀優秀、すごい。散々文句言いながら最後面白かったって言って、そう、うん、散々文句言ってるくせに好きっていうね。特撮の見せ方も非常にうまいですね。いや、うまいですよ。いや、もう語ることいっぱいありますから。そうです。そうそうそう。じゃあやるかつ。やろう、やろう、やっていこう。ちょっとね、来月やりましょうよ。わかりました。うん、じゃあ、これからちょっとエイリアン、エイリアンマラソン。シリーズでやるか。わかりました。始まるよ。いや、エイリアン2はやっぱやっとなきゃダメですよ。うん、本当に。やっぱ、うん。あんなすごい映画ないですから。そう、そのオーバーザトップなところもあるし、それからそのエイリアンシリーズの中で、あれが何をしてしまったのかってこと、うん、そうですね。まあそうね。で、ちょうどその頃アバターやってますから。あ、そうですね。ちょうどいいですよ。ちょうどいいと思います。じゃあエイリアンソンをやりますかね。やりましょう、エイリアン2。やりましょう。クリスマスあたりにやりましょう。という感じですかね。ね、本当に。うん、じゃあそんな感じで、そんな感じで、うん、まずはどうでしたか、吉木さん、今日は久しぶりに。あ、今日すごい楽しかった、はい、そんなに久しぶりでもないですけど、うんうん、3ヶ月アンビュランス以来ですか。あ、はい、あ、これにして、あの、共感しちゃったわね。共感しちゃった、はい。あ、本当、もっと呼んでください。あの、本当にすみません、本当に。あの、いや、なんかちょっとお忙しいかなと思って。いやいや、でもあの、そんな共感しちゃったんだから、なんだって、ね、いますから、本当に。だから、はい、あの、いや、今日もやってて、このほら、あの、なんだろう、見てる皆さんのコメントとか見ながら、うん、そうやってわきあいあいとみんなで見る感じっていうのが、いいですよ、すごい楽しいし。で、まあ、あと、本当にエイリアンは僕は、もうものすごい大好きな映画で、うん、まあ、その、まあ、みんなそうだと思いますけどね、はい、入る一本の一つですから、うん、改めてこうやって、まあ、みんなで見て楽しかったのもあるし、面白かった、まあ、見直していく中でね、まだ発見がある、まだある、すごい、うん、それはそうね、こんなすごいことやってんのかみたいなことが、うん、それもすごい良かったですね、うん、はい、と思います。そうだべ、うん、北さん、どうでしたか。まあ、いや、もう俺はこれで今日で、ようやくエイリアンマラソンをキックオフできたっていうんで、感無量ですよ、うんね、いや、ダイハードは、うん、ダイハードで大事なんですよ、もちろん皆さん言ってますけど、うん、まあ、たまにはいいじゃないですか。いいと思う。ね、ダイハードはいつでもできますから。うん、の詰め替えいつまでもわからないダイハード3とかいろいろありますけどね。うん、あのね、ダイハードはしばらくちょっと寝かしてもいいかなっていう。え、1が上やったの ?1 は毎年見てたでしょ、俺が。毎年見てた。そうです。そう、ずっと1だけを見続けてるんですよ。うん、で、いつだったか3を見て面白いって言ってたんですよね。うん、なるほど。いいなっつって、うん、いいじゃないですか。いや、ちょっとでもエイリアン2を俺は早く見たいっすわ、この3人で。そうそうそう、見よう見よう、うん、見ましょうか。じゃあ、うん、今から、今から、うん、まあ、はい、トイレ休憩挟んで今から、はい、いや、本当でも良かったです。いや、なんかエイリアンってやるべきな作品だと僕も思ってたので、うんうん、まあ、もちろんそのホークさんがエイリアン好きだっていうのはもちろん分かってますし、で、リドリー・スコットっていうね、ところをいじってなかったっていうのもあったので、なんかそこもそうだったんですけど、うん、ね、やっぱり偉大ですよ、この映画は。やっぱもう全カットすごかったです。うん、ほんとすごかったです。そういうこと。そういうこと。と思います。ね、AVP でオフ会やってくださいって書いてるんでね。うん、オフ会なら AVP やってもいいかなと思います、ね、うん、まあね。はい。というわけで、はい、もう11時半になりますんで。はい、次回は、57年後。57年後に始まります。はい。ね、なんで、エイリアン2ね、近々やりますんで、皆さんお楽しみにしておいてください。なんか告知ありますか？昨日、コッパみじんやって。ブラックホール、はい。ブラックホールは金曜日やると思います。来週金曜日。はい、うん、来週金曜、はい、はい、だからね。今週は水曜に僕は、ドミューンで、はい、ザ・メニューという映画の話をすると。うん、それから、17日の、木曜日に下北沢、うん、K2 シネマで、うん、劇場の舞台挨拶、うん、ああ、そうだ、はずになっております、うん、はい、とか、そんな感じでしょうか。あと、まあ、ちょこちょこ、金曜はお題、金曜のブラックホールはお題なんですか。あれじゃ、あれじゃ、あれじゃ、今のあれじゃ、あ、これね、はい、今やってるやつじゃ、はい、はい、わかんだツアーの最初、新しいです、まあ、かどうかちょっとわかんないですけどね。ちょっとわかんない感じですけど。
あれ、共感シアターはですね、来週、はい、ね、あの、ザ・リバーというですね、映画サイトがあるんですけれども、コラボレーションを共感シアターがやるということになりましてですね、トップガンマーヴェリックをやりたいなと思ってますんで、ぜひ皆さんね、時間あればお越しいただければなと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました、本当に。はい、なんかあれでしたら、ね、いいですね、やっぱね、久しぶりにこの3人でやるとね。うん、ああ、もう安定感でしょ。安定感ありました、よかったですわ、ね。はい、というわけで、次回、シネマクラシックス、エイリアン2でお会いしますので、うん、ぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。はい、はい、それでは皆さん、ちょっと運営の都合でね、ちょっと長めに手振ってって言ってましたんで、はい、長めに手を振り舞っていきましょう。はい、はい、それでは皆さん、お疲れ様でした。どうも、失礼します。どうも。フェイスハガト。